2011年の野球においてメジャーリーグベースボール優勝決定戦の第107回ワールドシリーズは10月19日から28日にかけて計7試合が開催されたその結果セントルイスカージナルスがテキサスレンジャーズを4勝3敗で下し5年ぶり11回目の優勝を果たした10月15日にまずアメリカンリーグでテキサスレンジャーズが そして翌日には、ナショナルリーグで、セントルイスカージナルスが、それぞれリーグ優勝を決めて、ワールドシリーズへ駒を進めた。レンジャーズは、熱い選手層を武器にこの年のレギュラーシーズンを進めていき、5月中旬以降はずっと地区首位の座を譲らぬまま、2年連続のポストシーズン進出を、球団史上最高勝率で飾った。地区シリーズでは、タンパベーレーズを、 リーグ優勝決定戦ではデトロイトタイガースを下して2年連続2度目のワールドシリーズ進出となった。一方、この年のカージナルスは故障者や不審に陥る選手が多く8月下旬の時点ではポストシーズン進出権から大きく離されていたが残り1ヶ月で逆転してワイルドカードを獲得した。地区シリーズではフィラデルフィアフィリーズを リーグ優勝決定戦では、ミルウォーキー・ブルワーズを破って、5年ぶり18度目のワールドシリーズ進出を果たした。レンジャーズは、球団創設51年目で、初めての優勝を、カージナルスは前回出場の2006年以来11度目の優勝を、それぞれ目指して、今シリーズに臨んだ。カージナルスの本拠地、ブッシュスタジアムで行われた第1戦と、第2戦は、 共に一点差の接戦となった。いずれの試合でも後期に代打として打席に立った、アレン・クレイグが、先発投手に代わって登板したアレクシー・オガンドから、敵地打を放ち、カージナルスが1点を先行する展開になった。第一戦はそのままカージナルスが系統でリードを、守って逃げ切り、第二戦はレンジャーズが9回に2点を奪い逆転勝ち、した。続く三試合は、 レンジャーズの本拠地、レンジャーズボールパークインアーリントンへ移動して行われた。第3戦はカージナルスが、アルバート・プホルスがシリーズ史上3人目、4度目となる1試合、3本塁打を記録するなど、16得点を挙げる、対象を収めた。だが、レンジャーズも連敗は許さず、第4戦は、デレク・ホランドが、相手打線を8.1回にあんだ無失点に抑える。 高頭を見せて勝利し、対戦成績を2勝2敗のタイに戻した。レンジャーズは、第5戦も相手の系統ミスに乗じて制し、連勝で、ワールドシリーズ初優勝に王手をかけた。ブッシュスタジアムに戻っての、第6戦は、中盤までは両、チームともミスを連発し、6回を終えた時点では4から4の同点だった。そこからレンジャーズが、 エイドリアンベルトレの本塁打などで勝ち越し、2点リードで、迎えた9回裏も類上に2走者を背負いながら、あとストライク1球で勝利というところまで迫った。しかしレビッドフリースが3塁打を放って2走者を返し、カージナルスが敗退の瀬戸際から同点に追いついた。レンジャーズは、延長10回表に、ジョシュ・ハミルトンの本塁打で、再び、リードを得て、 その裏にあとストライク1球で優勝という場面をもう一度作った。ところがカージナルスはランス・バークマンの敵地打でまたも同点にした。そして11回裏にフリースのサヨナラ本塁打が飛び出しカージナルスがシリーズの行方を最終第7戦に持ち込んだ。ワールドシリーズでは9年ぶりとなる第7戦は初回にレンジャーズが先制したもののカージナルスが フリースの敵地打ですぐさま追いつくと、3回にはクレーグの本塁打で逆転した。これが決勝点となって、カージナルスがレンジャーズに勝利し、4勝3敗で5年ぶり11度目のシリーズ制覇を成し遂げた。シリーズ MVP にはフリースが選ばれた。シリーズ終了後、カージナルスの中心人物2人が相次いで球団を去った。一人は監督のトニーラルーサで、 今シリーズ限りで監督業を引退した。もう一人は、中心打者のプホルスで、打球団へ、FA 移籍した。これにより、カージナルスの球団史に一つの区切りがつけられることとなった。そのプホルスの移籍先は、レンジャーズと同じアメリカンリーグ西地区のロサンゼルス・エンゼルスで、エンゼルスはさらにレンジャーズから FA となった、CJ ・ウィルソンも獲得した。 同地区球団の大型補強に対し、レンジャーズも拒否を投じて、日本プロ野球からダルビッシュ優を獲得するなど、戦力強化を進め、2012年のシーズンに臨む体制を整えていった。アメリカ合衆国内におけるテレビ中継は FOX が行い、全7試合の平均視聴率は10.0%だった。 最終第7戦の平均視聴者数は2,540万人で2004年のシリーズ第4戦以来の多さだった。2011年のワールドシリーズは複数のメディアによってシリーズ史上屈指の名勝負の一つとして評価されている。まず先にワールドシリーズ進出を決めたのはテキサスレンジャーズだった。10月15日、デトロイトタイガースとのアメリカンリーグ。 優勝決定戦を4勝2敗で制し、2年連続2回目のワールドシリーズ進出となった。マイケル・ヤングは2009年のシーズン開幕前にも、球団のエルビス・アンドラス抜擢に伴う遊撃から3塁へのコンバート要請を不服とし、トレードを申し立てたが、結局は残留している、この前年の2010年。 レンジャーズは90勝72敗で、アメリカンリーグ西地区を11年ぶりに制し、ポストシーズンも勝ち進んで、球団創設50年目で、初のリーグ優勝を成し遂げる。しかしナショナルリーグ王者サンフランシスコジャイアンツと対戦した、ワールドシリーズには1勝4敗で敗れた。シーズン終了後には、エースサワン・クリフ、リーア、指名打者ブラディミール・ゲレーロ、聖保守、 ベンジー・モーリーならが FA に。チームはこのうちリーの残留を目指していたがリーは最終的にフィラデルフィア・フィリーズへの移籍を選んだ。彼が抜けた先発ローテーションの穴を埋めようとマットガーザやザック・グレインキーなどをトレードで獲得しようとするも交渉はまとまらず最終的にはエース級投手の獲得を諦めて三塁手のエイドリアン・ベルトレと契約し 内野守備と打線を強化した。この補強により三塁のポジションを奪われて、指名打者兼ユーティリティとなった、マイケル・ヤングが、チームに対しトレードを要求する一幕もあったが、最終的に彼は、この起用法を受け入れ残留している。D 残留に熱心だったのとは、対照的に、ゲレーロや、ビーモリーなら他の FA 選手は引き止めず、ヨービットトレアルバとマイク・ナポリノに保守を獲得。 保守のポジションは、インサイドワークに優れたトレアルバを中心に起用し、打撃のいいナポリは、保守以外に一塁一種や、指名打者としても出場させる構想を描いた。リーがいなくなった、先発陣は、スプリングトレーニングを経て、救援ウアン、アレクシー・オガンドを先発へ転向させることに決めた。CJ ・ウィルソンは2010年には、リーグ最多の支給を相手打者に与えており、 予し、休率は4.10だったが、2011年前半戦は2.86まで改善された2011年、レンジャーズは4月1日の開幕戦から6連勝と、コース,スタートを切ることに成功するが、その後は、野手と救援投手に故障者が相次ぐ。野手陣ではまず同月13日に、ジョシュ・ハミルトンが、前日の試合で三塁から本塁へ突入した際に、 右上腕を骨折して故障者リスト入り。続いて5月4日には、ネルソン・クルーズも右大体4頭筋痛で、故障者リスト入りとなった。ハミルトン離脱から彼ら2人が5月23日に、揃って復帰するまでの間、チームは15勝21敗と負けが先行した。救援投手陣では、抑えのね2人フェリスが4月21日に、右肩炎症で、 同月27日には、セットアップのダレン・オデーが左、股関節唇損傷で、それぞれ故障者リスト入りし離脱する。フェリスは5月6日に復帰するも、脱産進率が前年から低下するなど、同級の質が落ち、オデーは、手術を受けたため7月2日まで復帰できない、長期欠場となった。ただ、このような離脱者属室の状況でもレンジャーズは、5月16日以降は、 地区首位の座を維持したままシーズンを進めていく。前半戦92試合を終えた7月10日の時点でも2位のロサンゼルス・エンゼルスとはわずか1.0ゲーム差ながら首位のまま。この時点でのチームの1試合平均得点は4.97でハミルトンらが一時的に抜けてもなおリーグ3位の高水準だった。1番打者ヤンキンズラーと2番打者 エルビス・ワン・ドラスは共に盗塁と得点の両部門で、リーグ11位以内と、二人が足で後期を作って中軸が返す流れが、できていた。チーム最多打点は、新加入のベルトレで71打点、その次が彼にポジションを奪われたヤングの59打点で、この二人は練習では、キャッチボールのペアを組むなど、開幕前に起こった、トレード騒動の影響も感じさせていない。 投手陣は、救援防御率が4.57でリーグ12位と、低迷したのに対して、先発ローテーションは、クオリティスタート達成数が57でリーグ3位と、安定。自身初の開幕投手を務めた CJ ウィルソンは、請求力が向上し急所を3敗、防御率3.2 0。先発転候のオガンドは、 初先発初勝利からの7連勝を含む9勝3敗、防御率2.92という成績を残した。マイク・ナポリは、規定打席未満ながら打率。320.30本塁打、75打点、オプス1.046と、メジャー6年目でいずれも、自己最高の打撃成績を残した7月14日から、後半戦が始まり8試合を消化したところで、今度はベルトレが、 左ハムストリング2によって故障者リスト入りとなる。彼が欠場している間は、主にヤングが三塁手として出場した。ヤングはシーズンを通して、内野の各ポジションで欠場者が出た時などは、大役として、守備につきつつ、打撃でも打率。330前後の順調なペースでアンダート打点を積み重ねていき、その存在は、試合に臨む姿勢も含めて、 チームメイトから高く評価された。加えて、ナポリが後半戦に入って調子を上げ、オプス1.000超と強打を発揮する。このように、野手陣には故障者が出ても穴埋めできる層の厚さがあったことから、チームは7月31日のトレード締め切り日を前に、弱点の救援投手陣を補強すべく、他球団との交渉を進めていった。その結果、 ボルチモアオリオールズから上原康二を、サンディエゴ・パドレスからマイク・アダムスを、それぞれ獲得する。8月以降、上原は基本ルイダの増加に苦しみ成績を落としたが、アダムスはオデーに代わる、新セットアップに定着して、高騰を続け、またこの頃から、抑えのフェリスも復調するなど、補強後は、全体的に状況が改善された。 救援防御率は前半戦の4.57から、後半戦は3.53と1点以上良くなり、救援敗戦数も前半戦は92試合中17試合あったのが、後半戦は70試合中9試合に減っている。戦力強化に成功したレンジャーズの勝率はさらに上がり、ニーエンゼルスとのゲーム差は8月17日時点で7.0まで開く。 エンゼルスもそこから食い下がって9月10日時点で1.5ゲーム差まで縮めたものの最後は再びレンジャーズが突き放して同月23日に2年連続の地区優勝を決めたこの年打線が1試合平均5.28得点を奪ったのに対して投手陣はチーム防御率を3.79に抑え得失点差プラス178はリーグ2位の高さヤングが チーム最多の106打点を挙げ移籍1年目のベルトレとナポリが共に30本塁打に到達。一方で、球団史上初めて先発投手5人が2桁勝利を記録するなど、投打に豊富な戦力を要して96勝66敗、勝率。593と球団の最高勝率記録を更新するシーズンを送った。ポストシーズンでは、日程上、 先発ローテーションを、レギュラーシーズンより一人少ない人数で回せるため、レンジャーズは、オガンドを先発から救援へ再転向させる。オガンドは、後半戦の成績が4勝5敗、防御率4.48と、前半戦と比べて調子を落としていた。地区シリーズは、前年に引き続き2年連続で、タンパベーレイズとの対戦に。レイズは、 レギュラーシーズン最終戦でのサヨナラ勝利によって、逆転で、東地区2位となって、ワイルドカードを決めるという劇的な形で勝ち上がって、きた。シリーズ初戦、レンジャーズは、投手陣が9失点と打ち込まれる一方で、打線は2安打0風という乾杯を喫する。しかし、第2戦、第3戦と相手に先制を許しながらも、 逆転勝ちで連勝すると、第4戦ではベルトレが3打席連続のソロ本塁打を放って1点差の接戦を制し、3勝1敗でレーズを下した。リーグ優勝決定戦では中畜優勝のタイガースと戦う。タイガースは野手に故障者を多く抱えていて、ダイソーを出す余裕すらなく、また信頼が置ける投手の数も限られており、シリーズは、 選手層の厚さで上回る、レンジャーズ優位の展開で進んでいく。このシリーズではクルーズが好調で、初戦では、相手 S のジャスティン・バーランダーから、ソロ本塁打。第2戦では、延長11回にポストシーズン史上初の、サヨナラ満塁本塁打。第4戦では、外野守備で、相手の勝ち越し点を防ぐ補殺など攻守に活躍を見せた。 レンジャーズは3勝1敗とワールドシリーズ進出に大手をかけ、迎えた第5戦こそ、バーランダーを打ち崩せず、敗れたものの、第6戦に17安打15得点の猛攻で、勝利を収め、4勝2敗でタイガースを破った。この2シリーズを通して、オガンドは10試合中7試合に登板。10.1イニングを投げ2勝0敗3ホールド、防御率0.87。 脱三進率10.5と相手打者を抑え込み、ワールドシリーズへ向けて、レンジャーズ救援投手陣の切り札的存在となった。レンジャーズに続いて10月16日には、セントルイスカージナルスもワールドシリーズ進出を決めた。ミルウォーキーブルワーズとのナショナルリーグ、優勝決定戦に4勝2敗で勝利し、ワールドシリーズ進出はこれで5年ぶり18回目である。 アダム・ウェイン・ライトは2009年からの2年間で67試合に、先発して463.1回を投げ、39勝19敗、防御率2.53の好成績を残しており、サイ・ヤング賞投票でも2年連続で3位以内だった、カージナルスは2010年、86勝76敗で、ナショナルリーグ中地区2位となり、ワイルドカード争いで、 東地区2位のアトランタブレイブスを上回れず、ポストシーズン進出を逃した。7月終了時点では、地区首位に立っていたが8月以降を28勝30敗と、負け越し、新種のィレズに逆転を許した。9月上旬には、若手外野手のコルビーラスムスが、起用法への不満からトレードを要求したと報じられ、これに対し主砲、アルバート・プホルスが、 彼が来年ここにいたくないというのなら出て行ってもらって、代わりの人材を探すしかないと批判する騒動が起こっている。シーズン終了後、チームはまず、プホルスとの契約オプションを行使して、彼を残留させ、続いて、監督のトニー・ラルーサとも契約を1年延長。一方で、ラルーサとの確執が伝えられた、ラスムスも放出せずに、チームに残した。 その他のオフの動きとして、遊撃のポジションには、ブレンダン・ライアンに代わって、ライアン・テリオを入れ、二類、三類、遊撃の三ポジションをこなせる両内のニック・プントを、控えとして獲得。またランス・バークマンとも一年契約を交わし、2008年以降三年間は一類でしか、守備についていなかった。彼を外野にコンバートすることで打線の強化を図った。 こうして2011年のシーズンに向け補強を進めていったカージナルスだったが、クリス・カーペンターと並ぶ先発ローテーションの柱のアダム・ウェインライトが2月下旬に右肘痛を訴え、トミー・ジョン手術を受けたことによってシーズンの全球が決まるというアクシデントに見舞われる。アルバート・プホルスは2001年のデビューから2010年まで10年間の平均成績が打率。 331オプス1.05041本類打20併殺打である誤算はシーズン開幕後も続いた3月31日のシーズン開幕戦では9回に登板した抑えのライアン・フランクリンが1点リードを守りきれずに追いつかれ延長戦の末に逆転負けを喫するこの試合を含めて5度のセーブ機会中4度の失敗と 乱調から立ち直ることができなかったフランクリンは4月19日に抑えの役割を剥奪された。それからおよそ10日間で4人がセーブを上げるという一時的な抑え不在の状態になり5月下旬にフェルナンド・サラスが定着するまではミッチェル・ボッグスやエドアルド・サンチェスらが数字合ずつ起用された。フランクリンは6月29日に解雇されている。 ヤッシュでは、マット・ホリデーをはじめ、デビッド・フリースやプントラ故障者リスト入りする選手が続出し、加えてプホルスは長期間のスランプに陥った。開幕戦で5打数無安打3閉殺だと完璧に抑えられ、そこから5月終了までの2ヶ月間は、全試合に出場していながら、打率。267オプス、755で、年間26本塁打。 46平殺打ペースと、成績がのきなみ自己最低レベルに落ち込む。さらに6月に入ると、3日から7日までの4試合で5、本塁打を放つなど、復調の兆しが見られたが、それもつかの間、19日の試合で一塁守備中に、相手走者と交錯して、負傷交代することに。診断結果は、左手首の骨折で、全治6週間というもので、 故障者リスト入りを余儀なくされた。この手法の不審を補ったのは、新加入のバークマンで、7月10日の前半戦92試合終了時点で、リーグトップの24本塁打、オプス1.006という打撃成績を残した、だけでなく、プホルス欠場時には代わりに一塁守備にもついている。この結果、ウェインライトが抜けた、投手陣は、 防御率が3.97でリーグ10位と平凡だったが、バークマンを中心とした打線は1試合平均得点がリーグ2位の4.71と高く、これを原動力としたチームは、ブルワーズとの地区位争いを展開し、前半戦を49勝43敗の同率首位で終えた。そして、長期離脱が見込まれていたプホルスは、前半戦終了直前にわずか15日間で、 故障者リストからの復帰を果たして、後半戦に臨んだ。クリス・カーペンターは勝敗こそ11勝9敗とあまり伸びなかったものの、投球回は237.1回で、リーグ最多と、先発ローテーションを支えた両チームの並走状態は、その後半戦の7月14日から始まっても2週間ほど続く。 カージナルスは31日のトレード締め切り日へ向けて、投手陣を中心に補強に動き、まず、トロントブルージェイズと4対4のトレードを成立させた。このトレードでは、球団首脳との対立が表面化していた、ラスムスの放出に踏み切り、交換相手として、先発投手のエドウィン・ジャクソンのほか、救援投手のオクタビオ・ドーテルやマーク・ゼプチンスキーらを獲得している。 またテリオが後半戦開始直後に打撃不振となるとロサンゼルスドジャースからラファエル・ファーカルを手に入れた。しかし8月に入ってブルワーズが月間21勝7敗と大きく勝ち越す一方でカージナルスは15勝13敗と足踏み。同月終了時点で両チームのゲーム差は8.5まで広がる。 この月8試合あった直接対決は4勝4敗の5分であり、他の試合での取りこぼしが響いた。22日のドジャース戦では、サラスがシーズン5度目のセーブ失敗を記録して逆転負けし、抑えの役割が今度はジェイソン・モットに移った。ワイルドカード争いでも、シュイブレイブスとのゲーム差が25日には10.5まで。 開く厳しい状況となり、ラルーサは後に、8月末には、来シーズンに向けて、若手の使い方などを協議していたほどだと明かしている。ただこの年のカージナルスは、シーズン終盤に負け越した前年とは異なり、残り31試合となった、ここから追い上げを見せる。これに、ブレイブスの投打の低迷による失速も重なって、両チームのゲーム差は徐々に縮まっていき、 シーズンが残り1試合となった9月27日には、とうとう89勝72敗で並んだ。そして翌28日のレギュラーシーズン最終戦、まずカージナルスがヒューストンアストロズに勝ち、そのおよそ75分後にブレーブスがフィラデルフィアフィリーズに敗れたことで、カージナルスのワイルドカード獲得と2年ぶりのポストシーズン進出が決まった。9月は、 プホルスが打率。355.5本塁打。20打点。オプス。954。カーペンターが最終戦での完封を含む三勝例。はい。防御率2.15と、投打の中心選手がチームを牽引した。勢いに乗るカージナルスは、ポストシーズンでも下馬票を覆して勝ち進んでいく。地区シリーズでは、 レギュラーシーズンで39段最高の102勝60敗、勝率630という成績を残した東地区優勝のフィリーズと対戦。初戦に敗れるが、翌日の第2戦には勝ち、第3戦に敗れるが、翌日の第4戦には勝ち、と先行を許しながらも連敗はせずに追いつき、勝負の行方を最終第5戦に持ち込む。 そして第5戦では、相手 S のロイ・ハラデーから、打線が、初回表に1点を先制すると、カーペンターがそれを9イニング守り切って、完封勝利を挙げ、3勝2敗でフィリーズを破り、地区シリーズを突破した。このシリーズでは、カージナルスの地元ブッシュスタジアムでの試合中に、フィールド上をリスが駆け回ったことも、話題を集め、 ラリースクイレルとして、グッズが販売されるなどファンの間で人気となった。続くリーグ優勝決定戦は、中地区で優勝を争ったブルワーズとの顔合わせに。レギュラーシーズンのチームオプスはカージナルスが、リーグ最高の766、ブルワーズがそれに次いで2位の750という強打のチーム同士の対戦で、このシリーズも打ち合い主体となる。両チームとも、 先発投手のシリーズ防御率が7点台を記録する中、カージナルスは救援投手を惜しみなく投入してはピンチをしのいでいった。シリーズを通しての投手交代は28度に上っており、これは歴代2位の多さである。2勝2敗で迎えた第5戦でも、中盤、打席のライアン・ブラウンに本塁打を許せば3点リードを追いつかれるという場面となると、 先発のハイメガルシアから、ドーテルに傾投して、ブラウンを三振に打ち取りピンチを脱出、以降は、救援陣が無失点に抑えて試合をものにした。カージナルスは、この勝利で、ワールドシリーズ進出まで、あと一勝に迫ると、第6戦でも打線が14安打12得点を、奪って、連勝、4勝2敗でブルワーズとのシリーズを制した。オールスターゲームで勝利を収め、 クラブハウスへ引き上げていくナショナルリーグの選手たち7月12日にアリゾナ州フェニックスのチェースフィールドで開催されたオールスターゲームはナショナルリーグがアメリカンリーグに5から1で勝利したこの結果ワールドシリーズの第1.26.7戦を本拠地で開催できるホームフィールドアドバンテージはナショナルリーグ優勝チームに与えられることになったこのオールスターには レンジャーズからは、アレクシー・オガンドと CJ ・ウィルソンの投手二人に、野手が、エイドリアン・ベルトレとジョシュ・ハミルトン、そしてマイケル・ヤングの三人と、ケイ選手が選出された。また前年のリーグ優勝監督が、オールスターで指揮を取るため、アメリカンリーグの監督は、ロン・ワシントンが務めている。カージナルスからは、投手は選出されず、ランス・バークマンとマット・ホリデー。 そして、ヤディアー・モリーナの野手3人が名を連ねた。試合では、レンジャーズの投手とカージナルスの打者の対戦はなかった。この試合では、アメリカンリーグの1点リードで迎えた4回裏に、プリンス・フィルダーがシーウィルソンから逆転の3点本塁打を放ち、これが決勝点となって、ナショナル・リーグが勝利したため、ー・ウィルソンが敗戦投手となりフィルダーは、 オールスター MVP を受賞した。フィルダーが所属するミルウォーキーブルワーズは前半戦終了時点でカージナルスと並んで中畜首位とポストシーズン進出を狙える位置につけており特に本拠地ミラーパークでは勝率7 0 2と強かった。ワールドシリーズに進出できれば本拠地でシリーズ開幕を迎えられることになりフィルダーは間違いなく うちにとって大きなプラスになると思うと喜んだ。しかしその後、ブルワーズはリーグ優勝決定戦でカージナルスに敗れ、あと一歩のところでワールドシリーズ進出を逃した。フィラデルフィアフィリーズの一員として投げるクリフリー。ランス・バークマンはリーに逃げられたレンジャーズの優勝はないと考えていた。ランス・バークマンはカージナルス入団決定後の1月下旬。 テキサス州ヒューストンで地元のラジオ番組に出演した。その中で彼はレンジャーズと契約する可能性もあったと明かした上でクリフリーがいなくなった。あそこは平凡なチーム、本来の実力に比べて成績が良すぎる投手が何人かいるとののった。レンジャーズの CJ ウィルソンは一連の発言を伝え聞くと面白いことを言うね。 引退しようかって迷ってた人の言うことなんか、まともに相手する必要もないよとやり返した。2011年シーズンのレンジャーズは、5月中旬以降は、畜首位の座を譲らぬまま前半戦を終えた。オールスターゲームの際に、バークマンは、アメリカンリーグのクラブハウスを訪ね、シー・ウィルソンのロッカーに置き手紙を残していった。そこには、おめでとう。 君のチームは好調だし君自身も素晴らしい投球をしている。僕が何かしらの間違いを犯すのは今に始まったことじゃないが悪く思わないでほしい。ポストシーズンで会おうと記されており、これがきっかけで両者は和解に至った。置き手紙の最後にあった言葉が現実となり、ワールドシリーズでの両チームの対戦が決まると1月の出来事が再び注目を集めた。 バークマンは、想像以上に、騒ぎが大きくなってしまった。レンジャーズのことを悪く言うつもりはなかったと釈明し、自らの誤りを認めた。レンジャーズ GM のジョン・ダニエルズは、今季の彼の活躍は目覚ましく、カージナルスが、ワールドシリーズに進出する、原動力になった。そして、例の発言も撤回したんだ。それで構わないじゃないかと述べ、話を蒸し返さない意向を示した。 MLB では1997年にインターリーグが導入され、アメリカンリーグ所属球団とナショナルリーグ所属球団の対戦が、レギュラーシーズン中も行われるようになった。だが、この両チームによる対戦はこれまで、レンジャーズの本拠地、アメリクエストフィールドインアーリントンで2004年6月に、3連戦が一度あったのみである。それはつまり、レンジャーズが、 ミズーリ州セントルイスに遠征するのは今シリーズが球団史上初めてということを意味する。両チームとも他の28球団との対戦は最低でも6試合は経験しているのにこのカードだけは過去に3試合しかなかった。3試合というのは MLB 全体で見てもニューヨークメッツ対シカゴホワイトソックスのカードと並んで最も少ない。その3連戦は 11日の初戦が12から7で、カージナルスの勝ち、12日の第2戦が7から2で、レンジャーズの勝ち、13日の最終戦が13から2で、カージナルスの勝ち、と2勝1敗で、カージナルスが勝ち越した。当時のメンバーのうち今回のワールドシリーズにも臨む、選手は、レンジャーズは、マイケル・ヤング一人のみ、カージナルスは、アルバート・プホルスト、ヤディアモリーナ、 そしてクリス・カーペンターの3人である。3連戦の第2戦ではカーペンターが先発登板したが、6回途中7失点と打ち込まれて敗戦投手になっており、彼と4打席対戦したヤングは3打数に安打一、四球という成績を残した。それから7年が経った今シリーズを前に、この3連戦について聞かれたヤングは、ええー、っと、 確かカーペンターが三連戦のどこかで投げたんだっけそれくらいしか覚えてないな。何せ随分と前のことだからねと答えた。両チームの出場選手登録は以下の通り。移民、関税執行局が押収した、いわゆる海賊版のシリーズ記念 T シャツ。両チームのロースター一覧がデザインされているが、よく見ると、ロースター漏れした、上原浩二や、 カイルマクレランの名前が入っているレンジャーズは、リーグ優勝決定戦のロースターから、救援投手の立山義則と、上原浩二に変えて、マークローとマットトレーナーを登録した。ポストシーズンを通して、立山は、リーグ優勝決定戦、第3戦の1試合0.2イニングしか、登板機会がなく、上原は、地区シリーズとリーグ優勝決定戦で、 計3試合に登板したがいずれの試合でも本塁打を浴びていた。彼らとの入れ替わりで登録された2選手のうち、ローは救援投手で、レギュラーシーズンは52試合投げたものの、左ハムストリングを痛め9月20日の試合を最後に、登板がなかった。トレーナーは、保守で、投手の枠を一つ減らして、彼を入れたことによって、 指名打者制が採用されない敵地ブッシュスタジアムでの試合で投手に打順が回ってきた時など同じく保守のヨービットトレアルバを右の代打として出しやすくなるカージナルスはリーグ優勝決定戦から投手と野手を一人ずつ入れ替えカイルマクレランとアドロンチェンバースを外してジェイク・ウエストブルックとスキップ・シューマッカーを登録したウエストブルックとシューマッカーは二人とも 地区シリーズでは、ロースター入りしており、ウワストブルックは、当番機会がなかったが、シューマッカーは、シリーズ5試合すべてに出場して10打数6アンダ3、打点という成績を残していた。ただ、そのシリーズ最終戦の第2打席で右脇腹を痛めて、裏の守備から交代し、リーグ優勝決定戦では、ウエストブルックと共にロースターを外れた。 ワールドシリーズを迎えるにあたって、シューマッカーは痛みが和らいだことで出場が可能になったため、ロングリリーフ等がこなせるウエストブルックと共に再登録されることになった。カージナルスの救援サワン、アーサーローズは、シーズン開幕から8月初頭まではレンジャーズに所属していた。しかし32試合24.1イニングで、防御率4.81と結果を残せず、 さらにマイク・アダムスが移籍してきたため、押し出される形で対談した。FA となった、彼は、その後、カージナルスと契約した。彼の元には、フィラデルフィア・フィリーズや、ボストン・レッドソックス、それにニューヨーク・ヤンキースなど当時ポストシーズン、進出圏内にいた複数の球団から契約の申し出があったというが、それらを差し置いて、カージナルスを選んだのは、 監督のトニー・ラルーサによる高評価が決め手だったという。今回、両チームがシリーズ進出を決めた時点で、どちらのチームが勝利しても彼はその球団からチャンピオンリングを贈呈されることが決まった。MLB ネットワークの解説者、アルライターは4勝2敗で、レンジャーズがシリーズを制すると予想した ESPN が自社の記者26人に、 どちらが優勝するか予想させたところ、うち22人がレンジャーズと回答し、カージナルスと答えたのは4人だけだった。スポーツイラストレーテッドも同様の企画を記者10人で言ったが、こちらもレンジャーズ支持が6人で、カージナルス支持の4人を上回った。USA トゥデイに至っては、記者7人全員の意見が、レンジャーズの優勝で一致した。シカゴの野球博物館が、 シカゴトリビューンや WGNTV などの地元メディア24人にアンケートを取った結果もレンジャーズ支持が過半数の15人に達した。MLB ネットワークの番組出演者では司会者のグレッグ・アム・シンガーこそ4勝3敗でカージナルスの優勝と予想したが元選手の解説者ショーン・ケイシー、アルライター、ラリー・ボーはミッチ・ウィリアムスの4人はいずれもレンジャーズを押した。 これに対し、トリビューンカンパニー参加3市の記者による予想発表では、レンジャーズ支持は、ロサンゼルスタイムズのケビン・バクスターのみであり、ボルチモアさんのピーター・シュマックと、モーニングコールのキース・グローラーは、カージナルス支持に回った。また、フィラデルフィア・デイリーニューズの記者投票でも、カージナルスが6人中4人の支持を集めた。ベースボールプロスペクタスのスティーブン・ゴールドマンは、 レンジャーズの救援投手陣の充実ぶりと打線の切れ目の無差、守備の硬さを要点に挙げて、カージナルスはひとたびリードを許せば、そのまま追いつけないだろうとし、レンジャーズの4勝2敗と予想した。スポーティングニュースのアンソニー・ウィトラードは、攻撃力、投手力、守備力、控え選手層の4項目のうちカージナルスの方が、優れているのは控え選手層だけだと指摘し、 打線と救援投手陣の良いレンジャーズが4勝2敗でシリーズを制すると見込んだ。NBC スポーツのクレーブカルカテーラは長所も短所も似ているチーム同士の戦いとした上で救援投手陣と攻撃力でレンジャーズの方がわずかに上とみなし4勝3敗でレンジャーズの優勝と考えた。その一方で FOX ニュースは基調の計算通りに行けば レンジャーズがきっと勝つだろうと評しつつも、レギュラーシーズン最終盤から、大方の予想を覆し続けて、ここまで来たカージナルスの勢いを買って、カージナルスが4勝2敗で優勝を果たすとした。また芝山美きおは、両チームが似たような形で、ポストシーズンを勝ち上がったことから、選手の力量は、互角とみなし、ロン・ワシントンとトニーラ・ルーサの両監督による采配が、 差を生むとして、交換ワシントンにシリーズ初制覇をプレゼントしたい気持ちもなくはないが、私はやはり名称、ダルーサの相場感に一票を投じたいとカージナルスを押した。ソニーコンピュータエンタテインメントの現地法人が、同社発売のコンピュータゲーム MLB11、雑賞で、両チームを対戦させたところ、レンジャーズが4勝2敗で優勝するという結果が出た。 その内容は、カージナルスが、クリス・カー・ペンターの高頭で初戦に勝利し、第3戦でも打ち合いを制して2勝1敗と、先行するが、レンジャーズが第4.5戦と連勝して、先に王手をかけると、第6戦では、ジョシュ・ハミルトンが、終盤に、決勝打を放ちシリーズ制覇を決める、というものだった。また、 FOX スポーツ系列の whatifsports.com は独自のシステムを用い、シリーズのシミュレーションを、計戦1回にわたっていった。その結果は、優勝確率はレンジャーズが57.7%だったのに、対して、カージナルスが42.3%、試合数も含めて、 最も確率が高かった筋書きは、レンジャーズの4勝3敗で19.6%だった。ネバダ州ラスベガスのカジノホテルラスベガスヒルトンが、付けたオッズは、レンジャーズが -150 なのに対してカージナルスはプラス120だった。また、オンラインカジノボードグのオッズでは、レンジャーズが -165 でカージナルスはプラス145だった。 イギリスの大手ブックメーカーウィリアム・ヒルは、レンジャーズの5、8に対しカージナルスが7、5というオッズをつけた。これらはすべて、レンジャーズの方が優勝に近いと見られていることを、表す数字である。2011年のワールドシリーズは10月19日に、開幕し、途中に移動日と、ウテンジュニエンを挟んで10日間で7試合が行われた。日程、結果は、以下の通り。 勝ち、クリス・カーペンター・ハイ、CJ ・オイルソン・ S、ジェイソン・モッド・ホン・ルイ・ダ・テックス、マイク・ナポリ・一号ゴ・ラン・審判、パン、ジェリー・レイン、類進、1類、グレッグ・ギブソン、2類、アルフォンソ・マルケス、3類、ロン・カルパ、ソト・シン、左翼、テッド・バレット、右翼、ゲーリー・シバーストロム試合開始時刻。中部夏、時間午後7時6分試合時間、3時間6分。 観客 46,、46,406人気温、歌詞49度詳細、mlb.com ゲームデー、espn.com、b a s e b a l l r e f e r e n c c o m ファングラフスマウンド上で胸に手を当てて、国家読書を聞くミシェル・オバマラ。広報では、ファイルライン沿いに、両チームの選手たちも整列している。 第107回ワールドシリーズは10月19日、カージナルスの本拠地、ブッシュスタジアムで開幕を迎えた。この日は、アメリカ合衆国大統領夫人、ミシェル・オバマと、同副大統領夫人、ジル・バイデンが、ブッシュスタジアムを訪問した。MLB とホワイトハウスは、対テロ戦争の機関兵や軍人とその家族を、支援する活動に携わっているという共通点があり、 MLB は、ウェルカムバックベテランズに協賛。ホワイトハウスは、ジョイニングフォーセスキャンペーンを展開している。活動の一環として、二人は、イラク戦争で負傷した、海兵隊上等兵、ジェームズ・スペリーと、彼の娘、ハンナを連れて試合前のフィールドに姿を現し、スコッティ・マクリーリーによる、アメリカ合衆国国家、正常期独唱に参列した。 第一戦の先発投手は、カージナルスは、クリス・カーペンター、レンジャーズは、CJ ・ウィルソン。両球団ともこの年の開幕投手かつ、チーム最多投球回というエースを先発に立てた。両投手は共にこのポストシーズンで3試合に、先発しているが、カーペンターが17.0イニングで2勝0敗。 防御率3.71だったのに対し、シーウィルソンは15.2インニングで連勝2敗、防御率8.04と打ち込まれている。初回表、レンジャーズの先頭打者イアン・キンズラーに対して、カーペンターが、初級、外角へ92マイルパーアワーのシンカーを投じて、ワールドシリーズが始まった。キンズラーは三塁手、デビッド・フリースを強襲する、ナイアンナで出塁する。2番、 エルビス・アンドラスの打席でレンジャーズはヒットエンドランを支持した。しかし2球目にキンズラーがスタートを切ったもののアンドラスはシンカーにバットを当てることができず空振りしキンズラーも保守ヤやディアーモリーナの送球で2塁タッチアウトと作戦は失敗に終わった。ここから3イニングにわたって両チームとも無得点のまま試合が進んでいく。カーペンターは ナショナルリーグ優勝決定戦、第3戦の先発を5イニングで交板して以来、右肘の状態に不安を抱えていた。この日も右肘への負担を考慮してかカーブをほとんど、同日投球はほぼ、シンカーとカッターの2球種だけで組み立てていた。そのカーペンターに対しレンジャーズは2回表、5番エイドリアンベルトレの、2塁打などで 1C12 塁の後期を作ったが、7番。 マイクナポリが、夕合の閉殺に打ち取られた。カーペンターは、この時期はもう内容より結果、勝ちは勝ち、負けは負けと話した。一方のカージナルス打線は3回裏、8番、ニックプントが中前打で出塁し、無視一塁とするも、9番カーペンターは、犠牲版と失敗で奏者を送ることができず、後続も倒れた。両、チームとも、序盤3イニングで、 それぞれ三人の走者を出しながら、なかなか先制点を上げることができない。両打線の元気の無さについてカーペンターは、気温下し40度台に加えて風速が最大で18、マイルパーアワーという寒い気候が影響したのでは、と指摘している。四回裏のカージナルスの攻撃から試合が動く。先頭の三番、アルバート・プホルスが、死球で塁に出て、 4番マット・ホリデーも2塁打で続き、無視2.3塁となる。シーウィルソンはこの試合で初めて得点圏に走者を背負い、5番、ランス・バークマンを打席に迎えた。2球目のカッターが甘く入ったのを、バークマンが逃さずに叩きつけると、打球は跳ねて1塁手、マイケル・ヤングの頭を越え、カージナルスに先制の2点をもたらした。シーウィルソンは、この場面を、 芝か何かに当たったのか、あの打球は変な跳ね方したんだよな。本塁打を打たれたわけじゃない、打球の飛んだ位置が悪かっただけと振り返った。続く6番フリースの中飛で、バークマンは1塁からタッチアップして2塁へ進み、さらに追加点を狙ったが、ここはシーウィルソンが後続を抑えて2点にとどめた。その直後の5回表、レンジャーズがすぐさま反撃する。 ウゼンダのベルトレを一塁に置いて7番ナポリが、打席に立ち、高めへのシンカーに合わせて、バットを強振すると、打球は、右方向へ伸びていった。右翼手、バークマンはすぐに諦めて見送り、打球はそのままフェンスを越える同点の2点本塁だと、なった。リードを失ったカージュナルスはその裏、先頭の1番、ラファエル・ファーカルが8球粘って、死球を選ぶ。 ここで2番ジョン J は犠牲版とし、勝ち越しの走者を2塁へ進めた。しかしこの作戦は、むしろレンジャーズに好都合だった。1塁が空いたので、ポストシーズン11試合で、オプス1.211と好調のプホルスを敬遠できた上、今季 MLB 最多の31平殺打を打たせているシー・ウィルソンにその機会をお膳立てできたためで、ある。 果たして4番ホリデーは、初級、内角へのカッターでサンゴロ閉殺に仕留められた。代打に起用されたアレン・クレーグは、期待に応える、敵地打で、チームに決勝点をもたらした6回表、レンジャーズは、先頭打者キンズラーがこの日2本目のアンダーを放ち、初回と同じ無視一塁に。この場面では、レンジャーズは、アンドラスに、犠牲バントをさせた。 初回のヒットエンドラに失敗でギンズラーが、投塁士となったことから、ワイモリーナの強権を警戒し、安全策を取ったとみられる。バントは成功して一死二塁となり、打順が、主軸に回る。しかし3番、ジョシュ・ハミルトンは2球目を打ち上げて、中飛、4番ヤングは一塁シュプホルスの候補に阻まれて、1ゴロと逆転はならなかった。反対に、 無失点で切り抜けたカージナルスはその裏、1死から6番フリースの2塁打で走者が、得点圏に達し、さらにシー・ウィルソンの冒頭と8番プントへの予球でに、C1.3 塁とする。ここで投手のカーペンターに打順が回り、カージナルスは代打に、アレン・クレイグを起用した。これに対して、レンジャーズも、シー・ウィルソンに変えて、アレクシー・オガンドをマウンドへ送った。 両監督が共に最高の駒と表現する代打と救援投手の対決だったが、クレイグはオガンドが速い球を投げるのは知っていたけど、いざ打席に立ってみたら97マイルパーアワーの球が104マイルパーアワーに見えて困ったという。それでも1ボール2ストライクからの4球目、低めの98マイルパーアワーのフォーシームを、クレイグは右翼線へ弾き返す。右翼手。 ネルソン・クルーズが、スライディングキャッチを試みるも及ばず、三塁、走者フリースを返す、敵地だとなって、カージナルスが一点を勝ち越した。クレーグは、打った瞬間に安打になると思ったと言い、クルーズは、スライディングした時何かに引っかかって、距離が稼げなかったから打球に届かなかったと話した。カーペンターを下げたカージナルスは7回表から2番手。 フェルナンド・サラスを登板させ、いきなり1・死1・2塁の危機を招く。左打者の8番、デビッド・マーフィーの打順で、カージナルスは投手を、左のマーク・ゼプチンスキーに変えた。これを受けて、レンジャーズもマーフィーに変えて、右のクレイグ・ジェントリーを代打に出すも、結果は、ゼプチンスキーが見逃し三振に抑えた。さらに9番・オガンドの打順でも代打に、 右のエステバン・ヘルマンが送られたが、ここも3球で、空振り三振に、ゼプチンスキーが高級円で1点のリードを守った。8回表は、右打者の1番、キンズラーと2番アンドラスを、右投手オクタビオ・ドーテルが、左打者の3番ハミルトンを、左投手、アーサー・ローズが、それぞれ打ち取って三者凡退で終える。このような、細かな系統こそ、 カージュナルス監督、トニーラ・ルーサのマコッチョであり、その一億を担うドーテルは、今の俺たちに有名どころはいないけど、役割はきっちり果たしてるぜと胸を張った。そして9回は、抑えのジェイソン・モットが、4番ヤングを投げ頃に、5番ベルトレを3頃に仕留める。ベルトレは、この3頃について、自打球によるファウルを主張し、監督のロン・ワシントンと共に、 急進のジェリーレインに抗議したが、受け入れられなかった。ただ、フォックスの全米テレビ中継では、赤外線カメラによるリプレイ映像が流され、ベルトレの左つま先に自打球による熱が発生していることを示していた。この抗議による中断にももっとは動じず、最後は6番クルーズを左皮に退けて、三者凡退で試合終了。カージナルスが、 終盤3イニングに5投手を継ぎ込む細かい系統を見せ、1点差で逃げ切って、本拠地での初戦を3から2で制した。この試合では、両チームの代打起用が明暗を分けた。レンジャーズの動きで疑問視されたのは、1点を追う7回表にし1、表西12類の場面で、ヨービットトレアルバではなくヘルマンを代打に送ったことで、ある。トレアルバを、 右の台打として出せるようにするため、マットトレーナーをロースター入りさせていたにもかかわらず、ワシントンがこの場面で起用したのはトレアルバではなく、9月25日以降この日まで試合で一度も打席に立っていなかったヘルマンだった。ヘルマンを使った理由についてワシントンは彼はバットに当てるのがうまいから、ゼプチンスキーの緩い球にも対応できると思ったと説明したが、 会見では質問の半数が、この場面に集中したため、トレアルバを出していればいい結果になっていたと断言できるのかと言い返す一幕もあった。対照的にカージナルスは、同点の6回裏西1点3塁の場面で、クレイグを代打に指名して決勝点を奪っている。ラルーサは、寒い日の試合で途中までベンチにいて、しかも舞台が、ワールドシリーズで、相手は、 オガンドというのは、いい状況とは言えない。でも彼には、打撃力が、特に得点圏での勝負強さがあるからね、とクレイグを称えた。勝ち、マイク・アダムス・ハイ、ジェイソン・モッド・エス、ネフタリ・フェリス・シンパン、審、グレッグ・ギブソン、シ審、一類、アルフォンソ・マルケス、二類、ロン・カルパ、三類、テッド・バレット、ソトシン、左翼、ゲイリー・シダーストロム、右翼、 ジェリーレイン試合開始時刻、中部夏時間午後7時6分試合時間、3時間4分、観客。47,288人気温、歌詞50度詳細、mlb.com ゲームデ espn.com、basebal-reference.com ES、e e e e.、ファングラフス MLB 機構はこの日。 社会貢献活動に寄与した選手を表彰するロベルト・クレメンテ賞について2011年の受賞者がボストン・レッドソックスのデビッド・オルティーズに決まったと発表した。オルティーズはアメリカ合衆国やドミニカ共和国で子供が医療を受けられるようにマサチューセッツ総合病院との共同事業として自らの名を冠した基金を設立し 心臓手術が必要なニューイングランド地方の子供たちのために1年間で150万ドル以上の寄付金を集めるなどの活動をしていた。シリーズ第2戦を控えたブッシュスタジアムのフィールドでは表彰式が行われカージナルスのアルバート・プホルスが友人であるオルティーズの元へ駆け寄って祝福する場面も見られた。第2戦の先発投手はカージナルスはハイメガルシア レンジャーズはコルビー・ルイス。このポストシーズンでの成績はガルシアが3試合15.2イニン,ングで0勝2敗、防御率5.74、ルイスが2試合11.2イニン,ングで1勝1敗、防御率3.86である。今回のガルシアの先発によってメキシコ出身投手によるワールドシリーズでの先発登板が1981年の フェルナンド・バレンズエラ以来30年ぶりに実現する。ハイメガルシアは、ワールドシリーズ初登板ながら87球で7回を投げ切って、無失点と高騰した、リーグ優勝決定戦では両、チームとも1試合平均で7点近く奪う強打が、目立っていたが、ワールドシリーズでは、初戦が3から2の、ロースコアとなったのに続き、この日も、 ガルシアとルイスの投手戦で進んでいく。序盤の3イニングは前日と同じく、両、チームとも無得点で終わった。シリーズ開幕戦から2試合連続でこのような展開をたどったのは、1961年以来50年ぶりのことである。まずガルシアは、表のレンジャーズの攻撃を完璧に抑えた。初回には1番イアン・キンズラーから3番。 女子ュ・ハミルトンまで三者連続で内野ゴロを打たせるなど、三イニングで対戦した9打者の内五人を内野ゴロに仕留め、さらに残りも空振り三振と内野フライライナーが二人ずつ。自身初のワールドシリーズ登板でレンジャーズ打線を手玉に取り、打球をガイアへすら飛ばさせない。一方でカージナルス打線と相対したルイスは2回には1死から5番。 マットホリデーをストレートの支給で歩かせ、3回にもに死から1番、ラファエル・ファーカルに2塁打を許したものの、いずれも、後続を抑えてこちらも無失点で、最初の3イニングを終えた。結果的にはこのファーカルの2塁打が、両チームを通じてこの試合で唯一の長打ということになる。なお、初回表に、ハミルトンが、 二ヶ月前から痛めていた左素形部の状態を悪化させている。彼は試合前、幹部の状態を何もない時が100%とすると、今は75%から80%くらいで、もし、レギュラーシーズン中なら、故障者リスト入りを選ぶと明かしていた。しかしこの日の第一打席では、これをやった時が一番痛くて、15分は、 痛みが引かないというハーフスウィングをしてしまい、その後の3ゴロでは一塁へ全力失踪することができなかった。ガルシアは4回表、先頭打者キンズラーにフルカウントからの6球目を見極められ、死球で初めての走者を出す。自打者、エルビス・アンドラスはバントの構えも見せてきながら最後は右飛べ、3番ハミルトンはサヒデニシとしたが、 4番、マイケル・ヤングには初球を、中前出されて1点3塁の危機を招いた。ここで5番エイドリアン・ベルトレを打席に迎えたガルシアは、3ボール1ストライクと、不利なカウントから2球続けて、低めへのスライダーを空振りさせ、三振を奪って、この場面を切り抜けた。ここを無失点とした後は、5回6回とレンジャーズの攻撃を3人で終わらせていく。 ガルシアは試合前、ナショナルリーグ優勝決定戦での2先発とも5回、途中で降板したことを念頭に、先発投手なら誰であれ、6イニング持たずに、降板したら、チームをがっかりさせたような気分になるんじゃないか。なるべく長く投げられるように頑張るよと、意気込んでいた。それが今回は6回まで、相手打線を封じ、投球数も75球と、 先発投手交番の目安とされる100球まで、まだ余裕がある。投げ合うルイスの方に危機が訪れたのは5回裏のことだった。西無双者から8番、ニックプントに、うぜんだされると、9番ガルシアには2球目から4球連続ボールで、死球を与え、1、2塁となる。1番ファーカルに今度は中前へ抜けようかという当たりを、放たれるが、これを、遊撃手。 アンドラスが候補して二類種キンズラーにグラブトスし、一類、走者がルシアを二類で封殺して、失点を免れた。キンズラーは、あれは、アンドラス以外の選手を含めても、今まで見てきた中では、最高級のプレーだ。あの場面は、グラブトスしかないと惨事を呈した。ルイスはこれで窮地を乗り切ると、ヤングが、彼にしては、珍しいというガッツポーズを見せた。 7回表、ガルシアは2から5番、ベルトレの中前打で3イニングぶりに出塁を許した。ものの、この回も12球で無失点に抑えた。その裏、カージナルスは1市から6番、デビッドフリースが中前打で出塁し、7番やディアー、モリーナの凡退を挟んで、8番プントのこの日2本目の、アンダで2市1.3類の後期を作る。9番、ガルシアの打順で、 カージナルスが代打にアレン・クレイグを送ると、レンジャーズもルイスを交板させてアレクシー・オガンドに傾倒した。こうして、前日の第一戦に続き、またもカージナルスが先行するかどうかの重要な場面で、クレイグとオガンドが対戦することになった。6回と7回という違いはあるが、同点という試合展開もアウトカウントも、 走者の置き方も相手投手も同じという状況に、クレイグは信じられなかった。滅多にあることじゃないし、切り替えて集中し直さないといけなかったという。両者の二度目の対戦は、二球目の96、マイルパーアワーのフォーシームをクレイグが、前日同様にうぜんだとし、三塁走者フリースが、生還して、カージナルスが一点を先制した。二試合連続で、 救援失敗のオガンドは、ナポリが高めを要求したのに球が低めに行ってしまい、クレイグがそれを打った。あれは自分のミスと悔やんだ。リードを得たカージナルスは、8回表をフェルナンド・サラスとマーク・ゼプチンスキーの系統で三者凡退に抑えた。その裏、レンジャーズは3番手のマイク・アダムスが登板。一死から3番プホルスには、宇宙館。 フェンス手前まで届く、大きな、右比を打たれ、さらに続く、バークマンのウゼンダとホリデーの支給で西一二塁と、走者を貯めたものの、6番、ダニエルデスカルスソーにゴロに打ち取ってしのぎ、点差を1点に保っている。イアン・キンズラーのアンダと盗塁をきっかけに作った、後期オレンジャーズは逃さなかった9回を表、カージナルスは前日と同じく抑えのジェイソン・モットへ、繋ぐ。 レンジャーズの先頭打者キンズラーは5球目のカッターを打ち上げた。打球は遊撃シュファーカルが配送して追うも届かずに落ちて内野安打になった。そして2番アンドラスの打席の3球目にキンズラーが盗塁を試みる。レンジャーズが盗塁を仕掛けたのは第1戦の初回表にヒットエンドランを失敗した時以来で今回はベンチからの指示ではなくキンズラーが 独断で行ったものだった。結果は、保守アイモリーナの送球より、わずかに早くキンズラーの左手が二塁に達して、盗塁成功となり、同点の走者が、得点圏へ進んだ。アンドラスは七球目のカッターを中前へ運ぶ。キンズラーは三塁で止まるが、中堅手ジョン・ジェイから内野への返球を一塁手のプホルスが取り、そこね、その隙をついた、打者走者。 アンドラスが二塁を奪った。記録はアンドラスのン打とプホルスの失策で無視2.3塁という状況に。ここでカージナルスはモットの交代を決断し、左打者の3番ハミルトンには左のアーサーローズを右打者の4番ヤングには右のランスリンを当てた。しかしレンジャーズ打線の中軸はハミルトンが初球の外角高めスライダーを右翼へヤングが フルカウントからの外角低めカーブを中堅へ、それぞれ打ち上げて、連続犠牲フライで、キンズラーとアンドラスを返し、タン場で試合をひっくり返した。9回裏、レンジャーズは、抑えのね二人フェリスを登板させる。もっとが、いずれも、変化球でに安打されたのとは、対照的に、フェリスはこのイニングの、全19球を、 平均98マイルパーアワーのフォーシームだけで押し切って無失点で締め、レンジャーズが逆転勝利で対戦成績を一勝一敗のタイに戻した。アンドラスは試合後9回表にプホルスの失策の間に二塁を落とし入れた場面についてもしプホルスが早球をちゃんと取っていたらこっちも一塁で止まってたと思うと振り返った。決勝の犠牲フライで アンドラスを本類へ迎え入れたヤングは、エルビスも一度は動きを止めてたんだよ。相手のミスに素早く反応した、彼を褒めるべきと述べた。決勝点に結びつくミスを犯したプホルスは、この日は、取材陣に何も話すことなくブッシュスタジアムを後にした。取材拒否とも取れる姿勢に、メディアの批判が集まり、翌日になって彼はこのプレーについて、 本類へ走りかけて止まったキンズラーを三塁でアウトにしようとして早球から目を離してしまったと説明している。またカージナルスではプホルスの失策直後に監督のトニー・ラルーサが行った系投ももっとよりも脱三振率の低い投手を出した挙句に犠牲フライを許すという再敗ミスと言えるものだった。この投手起用についてラルーサはもし アンドラスが一塁で止まっていたなら、モッドの続投を選択したとし、ただ打者をアウトにするだけでなく、二塁走者の進塁も阻止するなら、左投手の方が可能性は高いと思ったと話した。こうしてシリーズは、第一戦は、レンジャーズの代打起用に、第二戦は、カージナルスの投手起用に、それぞれ疑問が残る形で、ブッシュスタジアムでの最初の2試合を終えた。勝ち。 ランスリンハイ、マット・ハリソン本類だ STL、アレン・クレイグ1号ソロ、アルバート・プホルス1号3ラン2号2ラン3号ソロテックス、マイケル・ヤング1号ソロ、ネルソン・クルーズ1号2ラン審判、急審、アルフォンソ・マルケス、累審、1類、ロン・カルパ、2類、テッド・バレット、3類、ゲイリー・シダーストロム、ソトシン、左翼、ジェリー・レイン、右翼、グレッグ・ギブソン試合開始時刻、 中部夏、時間午後7時6分試合時間、4時間4分、観客、51462人気温、歌詞80度詳細、mlb.com ゲームで espn.com、b a s e b a l r e f e r e n c e c o m ファングラフスワールドシリーズで、最初の2試合が1勝1敗だったのは、過去に54度あり、そのうち、 第3戦勝利チームがそのまま優勝したのは36度、直近11度に限れば10度に上る。今シリーズは、その第3戦を前に移動日を挟み、舞台を、ブッシュスタジアムから、レンジャーズボールパークインアーリントにン移した。ブッシュスタジアムでの最初の2試合では、両チーム合わせて打率が、195と2割にも満たず本塁打も1本だけ、その結果として、 計8得点というのはシリーズ史上10番が目に少なかった。また、両チームの主砲レンジャーズのジョシュ・ハミルトンとカージナルスのアルバート・プホルスは共に2試合とも無安打に終わっている。しかし、第3戦以降の3試合は展開が変わると予想される。というのも寒いミズーリ州セントルイスから暖かい。 テキサス州アーリントンへの移動やアメリカンリーグ球団の本拠地での開催による指名打者制の適用など環境の変化がいずれも打線の得点力向上につながりやすい性質のためである。21日の移動後に両チームはレンジャーズボールパークで練習を実施したがその時の気温は下肢80度台前半と気候の違いは明らかだった。 その21日、ハミルトンは、素形部の回復に努めるため練習を休み、プホルスは、打撃練習で交換職を得ていた。第3戦の先発投手は、レンジャーズは、マット・ハリソン、カージナルスは、カイル・ローシュ。このポストシーズンでの成績は、ハリソンが3試合10.2インニングで1勝0敗、防御率4.22、ローシュが2試合9.2インニングで0勝2敗。 防御率7.45である。マット・ハリソンは序盤こそ、ソロ本塁打の1点のみに抑えていたが、4回に、誤信もあって崩れた、指名打者性の適用により、両チームの不陣に変化があった。レンジャーズは3戦目で初めてヨービットトレアルバを、先発捕手に起用し、マイク・ナポリを、捕手から一塁に、マイケル・ヤングを一塁から、指名打者に移した。 監督のロン・ワシントンは、トレアルバの起用理由について、そろそろ彼も守備につかせとかなくちゃと述べているが、ハリソンのレギュラーシーズン保守防御率を見ると、ナポリが103.2イニングで2.60なのに、対して、トレアルバは82.0イニングで4.39と、差がある。一方のカージナルスは、第2戦まで右翼を守っていた、ランスバークマンを、 指名打者に回し、2試合連続大打的時打のアレン・クレイグをこの日は2番右翼として先発出場させた。ナショナルリーグの球団は指名打者制の存在を前提としたロースター編成をしないためワールドシリーズでアメリカンリーグ球団の本拠地へ移動すると打線の組み方に苦慮する傾向がある。しかしカージナルス打線はクレイグの起用によって厚みを増し、 相手の CJ ウィルソンに、うちのリーグに入っても、上位レベルと言わしめた。初回表、そのクレイグが第1打席で2球目のツーシームを捉えて、ソロ本塁だとし、カージナルスに3試合連続となる先制点を早速、もたらす。この一打によってクレイグは、3打席連続で同点か勝ち越しの安打を放つという、シリーズ史上初の記録を成し遂げた。 また、シリーズ初打席から3打席連続で打点を挙げるというのも、ダスティローズとテッドクルズースキーに次ぐ、史上3人目の記録である。レンジャーズは、初回から1点を追いかけることになり、2回裏には、アンダと四球で1・死1・二塁と得点圏に走者を進めるが、後続が老手に打ち取られて、得点を奪えなかった。カージナルスは四回表。 先頭の3番プホルスがサゼンダで出塁する。プホルスにとっては、これが、今シリーズ初安打だった。しかし4番マット・ホリデーは、ツーシームを打ち損じての言う頃で、レンジャーズナイア人はまず1塁走者、プホルスを2塁で封殺し、さらに閉殺を狙って2塁手、イアン・キンズラーから1塁のナポリへ送球した。ところが、この送球が、わずかに乱れ、ナポリは、 ルイから離れて補給しつつ打者走者ホリデーの左肩にタッチしたが一類類進のロンカルパワー政府の判定を下したレンジャーズのダグアウトからはワシントンが出てきて抗議するがカルパはこの種のプレーでは自分はいつもそうしているしワシントンも要求してこなかったからと他の審判を呼び寄せての確認協議も行わなかったただリプレイ映像では ホリデーの一塁到達より、ナポリのタッチの方が早かったのは明白であり、試合後には、カルパ自身も誤信を認めることになる。判定は覆らず、試合は西無双者ではなく一死一塁で再開される。ここで、カージナルス打線は、5番バークマンのウゼンダと6番、デビッドフリースの二塁打でホリデーを返し、まず1点を挙げる。さらに一死満塁から、 8番ジョン・ジェイの1ゴロが、ナポリの本類への悪送球を誘い2点を追加。9番ライアン・テリオも、ン・テキジダで続き、この回だけで一挙4点を入れて、リードを5点に広げた。ハリソンは1番、ラファエル・ファーカルを打ち取って西一二塁となったところで、降板し、変わったスコット・フェルドマンが2番クレイグを抑えて、打者9人の攻撃を終わらせた。ハリソンの口からは、 カルパの誤信がなければ、カージナルスはこのイニングに4点も取れていたかどうかと、恨み節がこぼれた。その裏のレンジャーズは、先頭の4番ヤングが2球目を、本塁打、5番エイドリアンベルトレが初球を、左前出した後6番ネルソン・クルーズも3球目を、本塁打と、わずか6球で3点を返して2点差に詰め寄る。7番ナポリにも中前打が出て4連打となったところで、 カージナルスはローシュからフェルナンド・サラスに継投した。レンジャーズはサラスを攻め立てて一支点3塁とし、1番、キンズラーの左で3塁走者ナポリがタッチアップしたが、左翼手ホリデーからの返球でナポリは本塁タッチアウトとなり4点目を阻まれた。ナポリは飛距離は十分だったけど、俺の足が遅かったし、ホリデーの送球も完璧だったと述べ、ホリデーは 保守のヤディアーモリーナを補給もタッチもうまくやってくれたと称賛した。4回終了時点で、両チームの得点は、計8点と早くも、全2試合の合計に並び、先発投手はすでにマウンドを下ろされた。続く5回も、点の取り合いとなる。表のカージナルスの攻撃は、先頭打者プホルスの中前打を皮切りに、虫マイン類の後期を作り、 6番フリースの3ゴロと7番ワイモリーナの2.2塁打で3点を得て8から3と点差を開く。レンジャーズはその裏2番エルビス・アンドラスが初級をサゼンダとすると3番ハミルトンも初級にバットを合わせてゴロで12塁間を破り無視1点3塁とした。ハミルトンのウゼンダは今シリーズ10打数目での初安打である。 これに4番ヤングと5番ベルトレも続いて、2イニング連続となる、先頭打者からの4連打で2点を返した後、7番ナポリの犠牲フライでもう1点を追加し、点差を2点に戻した。しかし、なおもに四万塁と一打逆転もあり得る、状況としながら、3番手として投板していた、ランスリンの前に1番キンズラーが、夕日に倒れた。 最初の2試合では6打数無安打だったアルバート、プホルスが第3戦では1点6打数5安打3本塁打と大当たり6回表からレンジャーズのマウンドには3番手としてアレクシー・オガンドが上がった。カージナルスは先頭の9番テリオがフルカウントから四球を選び1番ファーカルがウゼンダで続いて虫12類とする。 ここで2番クレイグとオガンドの3試合連続となる対決があり、ファウルチップでの三振によって、オガンドが初めてクレイグをアウトにした。だがジダシャプホルスが3球目、高めに浮いた96マイルパーアワーのフォーシームに合わせてバットを振り抜くと、打球は左翼2階席の手すり壁を直撃する3点本塁打となった。もし、 手すり壁を越えて2階席に着弾していれば、球場18年目で16本目の特大本塁だとなるところ、そこまではわずかに届かなかったものの、相手ファンはこの一打を目の当たりにして静まり返った。ワシントンはオガンドの請求ミスを指摘しつつも、プホルスの打撃については、あの速さの球をあんなに飛ばすなんていうゲートが、できるのは彼か。 ミゲルカブレラくらいのもんじゃないかと舌を巻いた。オガンドはまたも相手打線に得点を許すと、後続も、夕頃失策、うぜんだ死球と止められず、一死満塁としたところで、マイク・ゴンザレスにマウンドを譲った。オガンドは、全2戦いずれも、クレーグを抑えられなかったのに、この試合では7打者と対戦をして、アウトにできたのがクレーグだけ、他6人にはべて出塁される結果に終わった。 カージナルスは、7番ワイモリーナの犠牲フライで1点を、加え、12から6と点差を6点に拡大した。その裏、レンジャーズ打線は2番アンドラスから始まる、高打順だったが、リンは、イニングまたぎをものともせずに3人で抑えた。両チームを通じて、得点が入らなかったのは3回裏以来、打者3人で攻撃が終わったのは3回表以来の、ことであった。 両チームが点を取っては取られ、取られては取り返すという試合の流れは終盤に進むにつれて次第に一方的なものへとなっていく。その中心にいたのはプホルスだった。7回表、西から2番クレイグが死球で一塁に歩いて第5打席が回ってくると M ゴンザレスが投じた初球のフォーシームを左中間スタンドへ運ぶ2点本塁打に。そして9回表の 第6打席でも、ダレン・オリバーに、ツーストライクと追い込まれながら、6球目のツーシームを、打ち返して、左翼スタンドへのソロ本塁打とし、3打席連続本塁打を達成した。プホルスがベース一瞬を終えて、ダグアウトへ戻ってくると、チームメイトたちは、一旦彼を無視し、しばらくしてから一斉にもみくちゃにする、サイレントトリートメントで彼を祝福した。 ワールドシリーズでの1試合3本塁打は、ベーブ・ルースとレジー・ジャクソンの殿堂入り2選手に次いで、史上3人目、4度目、同じく1試合5安打は、ポール・モリターに次いで、史上2人目、1試合6打点も、ボビー・リチャードソンと、松井秀喜に次いで、史上3人目、1試合14塁打は、シリーズ新記録と、この日のプホルスは、歴史に名を残す強打を見せた。 片やレンジャーズ打線は6回以降は相手投手陣を打ち崩せず7回裏に1点を返したのみその7回裏には飛球を取ろうとしたホリデーに向けてレンジャーズのファンがおもちゃのボールを投げつけるという事件も発生しているホリデーの補給に影響はなかったものの投げつけたファンは球場から追い出されたその後8回裏はオクタビオドーテルが無失点9回裏は ミッチェル・ボッグスが三者凡退で締めて試合が終了し、カージナルスが16から7の対象で対戦成績を2勝1敗とした。この日のプホルスについて、監督のトニーラ・ルーサは、試合の中盤、うちの誰かがアルバートに、相手連中が二度と忘れられない日にしてやれって、掛け声をかけてたな。プホルスはその通りのことをやってみせたと話した。プホルスは当初、 カージナルスのリードが8回終了時点で8点あったので自身は第6打席に立たずに試合から退いて控え選手に出番を与えようと思っていたが相手の強力打線のことを考えてそれをやめにしたというその結果がシリーズ史上4度目の1試合3本塁だとなったのだが打った本人は野球は個人戦じゃなくてチームで行うものだから チームが勝つためにできることを毎日やろうとしている。引退するときに、すごかったなぁと振り返れたらいいけど、今は、試合に勝ったことが嬉しいと、チームが勝利したことを強調した。34年前に二人目の達成者となっていた、R、アールジャクソンは、三人目が彼になったとは喜ばしいね。光栄だよ、彼は、球界の顔だからと述べ。 翌朝には自らプホルスに電話をかけて祝福した。勝ち、デレク・ホランド・ハイ、エドウィン・ジャクソン・ホン・ルイ・ダ・テックス、マイク・ナポリ2号産卵審判・ニ号ゴー・サン・ラン・シンパン、審、ロン・カルパ、類審、1類、テッド・バレット、2類、ゲイリー・シダーストロム、3類、ジェリー・レイン、ソト・シン、左翼、グレッグ・ギブソン、右翼、アルフォンソ・マルケス試合開始時刻。 中部夏時間午後7時7分試合時間3時間7分観客51539人気温歌詞68度詳細 mlb.com ゲームで espn.com bas eball-reference.com ファングラフス試合前にはテキサス陸軍州兵の ch-47 ヌーク2機による フライオーバーが行われたレンジャーズボールパークインアーリントンの隣には公園や駐車場を挟んでアメリカンフットボールの NFL でダラスカウボーイズが本拠地にしているカウボーイズスタジアムが立つ一帯ではこの日レンジャーズボールパークで午後7時過ぎからシリーズ第4戦が始まるのに先立ち午後3時過ぎからは カウボーイズ・スタジアムでカウボーイズとセントルイス・ラムズの試合があった。つまり、テキサス州アーリントンのチームとミズーリ州セントルイスのチームの対戦が2競技にまたがり連続して開催されることになる。NFL の日程は4月19日に発表されており、シリーズと重なったのは偶然だった。これを記念して、カウボーイズ・スタジアムでの NFL の試合前には、 レンジャーズのジョシュ・ハミルトンとカージナルスのランス・バークマンが野球ユニフォーム姿でフィールドに現れ、それぞれカウボーイズとラムズの名誉首相として先行チームを決めるためのコイントスを見守るという演出がなされた。試合は野球が始まる1時間ほど前に終わり、カウボーイズがラムズを34から7で下した。これに続いて行われるシリーズ第4戦の 先発投手は、レンジャーズは、デレク・ホランド、カージナルスは、エドウィン・ジャクソン。このポストシーズンでの成績は、ホランドが4試合13.2イニングで1勝0敗、1ホールド、防御率5.27、E ・ジャクソンが3試合12.1イニングで1勝0敗、防御率5.84である。試合前の一塁ガワダグアウトでは、 レンジャーズ監督のロン・ワシントンがホランドと向き合い、両手をホランドの両肩に置きながら話しかけ、最後に頬を軽く平手打ちして気合を入れた。この時の話の内容について、ワシントンはお前ならゲームを作れるみたいな普通の言葉というが、配球面でも相手の内角をつくよう指示していた。ホランドには前年のシリーズ第2戦で9円登板した際、 ストライクが13球中わずか1球しか入らずに3者連続で死球を与え、一つのアウトも取れずに降板した苦い経験がある。このことについて、今じゃ自分でも笑い話にするけど、雪辱はしたいと思ってたという。それから1年が経った今回、ホランドは先発投手としてシリーズに戻ってくると、前日に大量16点を挙げたカージナルス打線を相手に、 高頭を見せる。まず初回、先頭打者、ラファエル・ファーカルに抜けていれば、長打という三塁戦への鋭い当たりを許すも、三塁手、エイドリアン・ベルトレが打球を、ライナーで取って、アウトに。続く二打者はいずれも前日の試合で、本塁打を放っているが、二番アレン・クレーグは、空振り三振に、そして三番、アルバート・プホルスは、夕頃に抑えた。 シリーズ史上初の4打席連続本塁だが、かかっていたプホルスに対して、ホランドは86マイルパーアワーのチェンジアップで、打球を上げさせず、新記録と先制点を阻止した。マイクナポリはポジションを、前日の一塁手から保守に戻し、この回は、ホランドの球を受けていて、彼の好調ぶりを感じ取ったという。その裏、レンジャーズは1市から2番。 エルビス・アンドラスがサゼンダで出塁し、3番ハミルトンが右翼戦への二塁打でアンドラスを返してシリーズ4戦目で初めて先制点を挙げた。ハミルトンの長打はリーグ優勝決定戦第5戦以来5試合ぶりだった。前日までの3試合で レンジャーズが守備についた計27イニングのうち、レンジャーズがリードした状態で始まったのは、第2009回裏のわずか1イニングしかなく、他の26イニングはすべて同点、またはビハインドでのものだった。11イニングぶりにリードして迎えた2回表、ホランドは1死から5番バークマンに、宇宙館を破る二塁打を浴び、同点の走者を得点圏に背負う。しかしここは六番。 デビッドフリースを内角への94マイルパーアワーのシンカーで見逃し三振に7番ヤディアーモリーナを同じく94マイルパーアワーのシンカーで2ゴロに打ち取ってリードを守ったここを切り抜けた後3回と4回は三者凡退で片付ける5回は先頭打者バークマンの中前打を自打者フリースの2ゴロ併殺で長消しにしワイモリーナも中飛とこの回も 打者三人で親相手に後期すら与えない。この日のホランドは直近数度の当番時より変化球の割合を増やし内角をつく投球で相手打線を翻弄した。そのカージナルス打線は前日の対象を引きずってか大振りが目立ち外角球を逆らわずに反対方向へ流し打つような打撃が影を潜めた。だがその結果この試合で ホランドが外野へ飛ばされた打球は、バークマンの2アンダーを除いては、このワイモリーナの中飛が唯一となった。ホランドとは、対照的に、カージナルス先発のイージャクソンは5イニングを投げるのに94球を費やし、5つの支球を出すなど請球に苦しむ。投資コーチのデーブ・ダンカンはこの請球難について、球進のロンカルパが際どいコースの球を、 ホランドの投球時より厳しく判定していたと指摘する。それでも、2回裏には一塁ソーシャイアン・キンズラーが飛び出したのを、保守ワイ・モリーナが投球後の牽制でアウトにするなど、イー・ジャクソンは味方守備にも助けられながら、後続を断って一失点のまま踏ん張った。1971年のネルソン・ブライルズ以来40年ぶりと、 なる日安打2以下での完封勝利こそ逃したとはいえ、デレク・ホランドは、前日16得点の相手打線を沈黙させた6回、表、ホランドは1死から9番、ニック・プントに、外角への進化を見極められ、初の予死球で歩かせる。ただこの日は死球をきっかけに崩れることもなく、1番、ファーカルを一邪比に、2番クレイグを空振り三振に、仕留めた。その裏、イー・ジャクソンも、 また先頭打者をアウトにした後、6番ネルソン・クルーズに死球を与えて一死一塁とする。そして、ホランドとは逆に、7番、デビッド・マーフィーにも、フルカウントまで粘られた末に死球を選ばれ、走者を貯めた。1試合7予死球というのは、1997年のリバン・ヘルナンデス以来である。8番ナポリを打席に迎えたところで、カージナルスは、 球数が109に達したー、e、ジャクソンを降板させ、2番手としてミッチェル・ボックスをマウンドへ送った。チームの筋書きは彼のパワーシンカーで打球を詰まらせて併殺を取るというものだった。ボックス自身も俺のシンカーなら誰が相手でもゴロを打たせられると自信を持っていた。一方のナポリは、 相手の閉殺狙いを読みつつ、初級はカウントを先行させるために、速球で来るかも、と考えていた。その初級、ボックスが投じた95マイルパーアワーの球は沈まず、内角高めへの速球となる。今季のナポリはこのコースへの速球を打率。400と、得意としており、この球も逃さずにフルスイングで引っ張った。打球は、左翼手マット。 ホリデーの頭上を大きく超えて、スタンドに届く3点本塁打となり、レンジャーズが4から0とリードを一気に広げた。球場は、ナ、ポリ、ナポリ、の大歓声に包まれ、ナポリはダグアウトから、カーテンコールに応えた。この後ボックスは、シンカーで9番、ミッチモアランドに投げ頃を打たせ、1番キンズラーは、空振り三振させており、 請球を乱したナポリへの一球が散々な結果を招いた。ホランドは打線の援護を受けた直後の7回、そして8回とカージナルス打線を完璧に封じる。7回表の先頭打者プホルスは投げ頃で、この日は3打席ともホランドの投球を外野へ飛ばすことすらできずじまい。ホランドはプホルスとの対戦について間違いなく、 球界最高の選手の一人だし、自分なりの絵評価の投球を見てもらいたかったと、話した。自打者、バークマンはここまでにアンダーを放っているが、第3打席は、内角高めへのスライダーに手が出ず、見逃し三振だった。この日ホランドが奪った計7三振は、見逃しでも空振りでも、最後の球はすべて内角に決まっていた。8回裏終了後、ファンは2番手投手が、 ブルペンから9回表のマウンドへ向かうのかどうか注目しダグアウトからホランドが出てきて続投するのがわかると拍手で出迎えたホランドは先頭の9番プントを凡退させ完封勝利まであとアウト2つに迫るだが1番ファーカルにはストライクゾーン付近の球をファウルにされ1ボール2ストライクと追い込みながら結局死球を出したここで ワシントンがマウンドへ向かい、抑えのね二人フェリスへ交代すると告げた。ホランドは、次で閉冊だ、行けると最後まで投げさせてくれるよう志願したが、ワシントンの、だったら、ここでひざまずいてみせろという返事に笑ってしまい、降板を受け入れた。ファンはダグアウトから出てきたワシントンへブーイングを浴びせ、ダグアウトへ引き上げるホランドを一転して、スタンディングオベーションで叩えた。 後を託されたフェリスは、2番クレイグを支給で歩かせて、1死1二類としたものの、3番、プホルスと4番ホリデーを打ち取って試合を締め、レンジャーズが4から0の勝利で、シリーズ2勝目を挙げた。この日のホランドの後頭には、試合後、敵味方を問わず賞賛の声が寄せられた。二類手として後ろから投球を見ていたキンズラーは、多分球団史上最高の投球だったんじゃないかと。 話、ノーラン・ライアンが、レンジャーズ在籍時に達成した二度のノーヒットノーランについて指摘されると、ああ、でもそれは、ワールドシリーズじゃないだろうと答えた。カージナルス打線でただ一人アンダーを記録した、バークマンは、左で95マイルパーアワー投げられる先発が、どれだけいるほんの数人しかいない上に化け物揃いだ。 そんな投手にストライクゾーンのあたりでボールを動かされたら、打つのはかなり難しいと脱帽をしていた。当のホランドは、この球場でこんなに大きな歓声は聞いたことがなかった。腕の毛が逆立って、ゾクゾクしたよ。そんなに生えてないけどと述べている。勝ち。 ダレン・オリバー・ハイ、オクタビオ・ドー・テル・エス、ネフタリ・フェリス・ホン・ルイ・ダ・テックス、ミッチ・モア・ランド1号ソロ、エイドリアン・ベルトレ1号ソロ、審判、急審、テッド・バレット、類審、1類、ゲイリー・シダーストロム、2類、ジェリー・レイン、3類、グレッグ・ギブソン、ソト・シン、左翼、アルフォンソ・マルケス、右翼、ロン・カルパ試合開始時刻、中部夏時間午後7時9分試合時間。 3時間31分観客、5万1459人、気温、歌詞72度詳細、mlb.com ゲームで、espn.com、basebal-referenc.com、e. l。ファングラフスシリーズはここまでの4試合をカージナルスと、レンジャーズが交互に勝つという展開を経て、レンジャーズボールパークインアーリントンでは今、シリーズ。 そして2011年シーズン最後の試合となる第5戦に入った。4人で回す先発ローテーションも一巡し、この日の先発投手はレンジャーズが CJ ウィルソン、カージナルスがクリス・カーペンターと初戦と同じ顔合わせになった。C ウィルソンは今シリーズ終了後に FA となるため、この試合がレンジャーズの一員として、 本拠地球上で投げる最後の試合になる可能性があるが、前日に、それは考えたこともなかったなと話していた。レギュラーシーズンで3.0だった、予死球率が、ポストシーズンでは5.9に跳ね上がり、シリーズ第一戦でも5.2イニングで6死球を与えていることについて、監督のロン・ワシントンは、次はいつもの CJ が見られると思っていると期待を寄せた。 その第一戦で勝利投手になったカーペンターは攻撃時に代打を出されたためわずか87球で降板しており数日後に行った投球練習では肩にも肘にも痛みが全くなくいい調子だったというカージナルスはヤディアー・モリーナの敵地打で先制するが結果的にはこれがチームで唯一の得点圏での安打となる初回表ーウィルソンは カージナルス打線を8球で三者凡退に片付ける。ただ、3番、アルバート・プホルスに対しては3ボール0、ストライクとしており、この日も、請求難が解消されていないことを伺わせた。その裏レンジャーズも得点を上げることができず、試合が動き始めたのは2回表のカージナルスの、攻撃から。シーウィルソンは、先頭の4番マット・ホリデーを支球で歩かせた後、 冒頭で二塁へ進まれ、続く、ランス・バークマンにも0ボール2ストライクからの死球で、虫一二塁とされる。一死後、七番ヤディアーモリーナが、三遊間を破るアンダーを放ち、二塁走者ホリデーが、生還して、カージナルスがまず先制の一点を挙げた。左翼手、デビッド・マーフィーがこの打球を処理する際に、グラブへ収められずに落とす失策を犯し、 その隙に一塁走者バークマンは二塁を回って三塁まで進んだ。そして八番スキップシューマッカーのゴロを一塁手、ミッチモアランドが一旦補給し損ね、閉鎖とはならず、打者走者だけがアウトになる間にバークマンもホームを踏んで、もう一点が加わる。相手のミスを逃さなかったカージナルスは、この回、二点を先行することに成功した。しかしなおも西二塁の場面では、 9番、ニックプントの打球をマーフィーが、ダイビングキャッチでサヒとした。マーフィーはこのイニングについて、自分がミスした分を自分で取り返せたのは良かったが、嬉しくはなかった。うちのチームには完璧主義的なところがあるから、そもそもミスをしたくないと話した。シーウィルソンは、この回を終えると、その後は走者を出しながらも、要所を占める投球でこれ以上の失点を許さない。 3回表の1死3塁という場面では、3番、プホルスを敬遠して4番ホリデーとの勝負を選択し、サンゴロ閉殺に打ち取った。レンジャーズは3回裏、9番、モアランドが、ソロ本塁打を放ち1点差に詰め寄る。モアランドは今ポストシーズンで打率。087と不振に陥っていたが、打撃コーチのスコットクールボーに、スイングの改善を認められ。 前日の第4戦から先発出場していた。カージナルスは5回表、無視1・2塁の後期を迎え、1番、ラファエル・ファーカルの犠牲バントで1・4・2.3塁とする。だが2番アレン・クレーグは空振り三振に倒れた。クレーグは最善は尽くしたが、走者を返せなかったのは自分の責任と述べた。2師となり1塁が空いているため、レンジャーズはブホルスを 再び敬遠し、満塁策を取る。ファンが、レッツゴー CJ のチャントを送る中、シーウィルソンは4番ホリデーを夕頃に打ち取って3点目を阻止した。カージナルスは6回表も 1C1 類の場面を作り、シーウィルソンを交番に追い込んだ。この日のシーウィルソンは5ヨシ級で、1シリーズ計11ヨシ級というのは1951年のアリー・レイノルズ以来の多さだった。 しかしカージナルスは2番手で登板したスコット・フェルドマンの前に走者を得点圏まで進めながら得点を上げることはできなかった。カーペンターは自分の調子が良かっただけにあと2点もらえてりゃ試合は決まりだったんだがという。そしてその裏、レンジャーズが5番エイドリアンベルトレのソロ本塁打で同点に追いつく。カーペンターが 内角低めへ投じた75マイルパーアワーのカーブに、右膝を地面につきつつ、バットを合わせての一打だった。保守のワイモリーナは、あれは失投じゃなくて、打った、彼が一枚上手だったってことと感服し、ベルトレは、悪い癖でね、出ないに越したことはないんだよと明かした。7回表、レンジャーズのマウンドには3番手のアレクシー・ヨガンドが、上がる。 カージナルスは1死から2番クレイグが死球を選び、勝ち越しの奏者を出塁させた。ここで3番プホルスは、打席に入ると、自らの判断で、クレイグにヒットエンドランの合図を出した。2球目、クレイグがスタートを切る。ところが、オガンドは98マイルパーアワーのフォーシームを大きく、外して投げ、プホルスは、バットを触れずに見送り。クレイグは、 ボシュマイク・ナポリの送球で2塁タッチアウトになった。カージナルスのダグアウトでは、監督のトニー・ラ・ルーサがこのプレーについて、戻ってきたクレイグを問いただす場面が見られた。その頃フィールドでは、走者がいなくなったため、レンジャーズは、プホルスとの勝負を、見たび避けて敬遠した。これにより彼は、1試合で3本塁打を叩き込んだ、シリーズ史上3人目の打者となった2日後。 今度は一試合に三度敬遠で歩かされた、シリーズ史上三人目の打者となった。後続は四番ホリデーの中前打などで西満塁と、攻め立てたが、六番、デビッドフリースが一球で中飛に打ち取られ、三イニング続けて、得点圏の後期をつえさせた。カージナルス打線は七回終了時点で、 得点圏に走者を置いた場面では10打数1安打と後期を一し続けている。その裏レンジャーズも得点がなく、同点のままカーペンターの球数が100を超えた。カーペンターはカーブを第1戦では87球中7球しか投じていなかったが、この日は101球中25球と割合を増やし、7イニングをソロ本塁打2本に抑えた。8回裏。 カーペンターに代わり2番手オクタビオドーテルが、イニングの先頭から登板したが、1死12塁という状況を招く。打席には、左打者の7番マーフィーを迎え、カージナルスは、サワン・マーク・ゼプチンスキーをマウンドへ送った。マイク・ナポリは今シリーズ5試合を得打率。308.2本塁打、9打点。 オプス1.235と持ち前の強打を発揮しているマーフィーは初球を打ち返し、打球がゼプチンスキーの足元を強襲した。もしこの打球を取れていれば、投げ頃閉殺になったと思われるが、実際には、彼の左手と左膝をかすめたことで、打球方向が変わり、内野安打となって類が全て埋まった。自打者ナポリは、右打者で、今シリーズですでに7打点を挙げている。 しかしカージナルスに右投手への交代の動きは見られない。この場面に場内ではナポリ、ナポリとチャントが発生し盛り上がるが、当のナポリは外野まで運べれば犠牲フライで勝ち越しとコンパクトな打撃を心がけた。ナポリは3球目甘く入った86マイルパーアワーのスライダーを弾き返す。打球は宇宙間を破ってウォーニングゾーンに落ち、 レンジャーズが2走者を返して4から2と試合をひっくり返した。カージナルスは、ゼプチンスキーが自打者を三振させたところで降板させた。ただ、その後の系投が不可解なものとなる。後を継いだのは、抑えのジェイソン・モットではなく、ランスリンだった。リンは、第3戦で2.1イニング47球を投げていたため、投手コーチのデーブ・ダンカンは、第4戦だけでなく、 第5戦でも起用しない意向を示していた。そのリンがモットを差し置いて登場にし、しかも1番キンズラーを敬遠しただけで降板した。続いて、ようやくモットが出てきて、2番アンドラスを3級、三振として、イニングを終わらせたが、すでに勝ち越された後では遅きに失した。カージナルスは9回表の攻撃でも、7回表と、同じく、クレイグを1塁に置いて打席に、 プホルスという場面を作りながら、ベンチの指示で、ヒットエンドランを仕掛けて、三振閉殺と失敗に終わる。最後は、ネフタリフェリスが5番バークマンを空振り三振に仕留めて、試合終了となり、12残塁と、石膏続きのカージナルスをレンジャーズが下して、シリーズ初優勝まで、あと一勝に迫った。なぜ同点の8回裏一四万塁で、 校長の右打者ナポリの打順なのに、カージナルスは左のゼプチンスキーをそのまま投げさせたのか。なぜエリンは一人の打者を敬遠するためだけに登板したのか。ラルーサが説明したのは、ブルペンとの電話連絡に生じた祖語だった。まずドーテルが無視二塁とされたところで、ラルーサはブルペンに電話をかけ、ゼプチンスキーに準備させろ、あともっともだと命じたが、 間が開きすぎたので、コーチのデレクリリクイストが、モッドの部分を聞き逃したらしい。ナポリの打順に、モッドが間に合わないと気づいたラルーサは、やむなくゼプチンスキーを続投させた。選手の誰かに怪我したふりをさせるなどの時間稼ぎは、ラルーサの頭になかった。レンジャーズ側は事情を知らずに系統を想定していた。ため、どうなってるんだと奇妙に思っていた。 とベルトレは述べている。次に、系統策が狂ったのは、ラルーサが、再び電話して、モットーを準備させるよう言った時で、ここでリリクイストがモットとリンを聞き違えたため、ゼプチンスキーとモットの間にリンを挟まざるを得なく、なった。投資交代のためマウンドでモットーを待っていたラルーサは、予想外のリンの姿を見て、君はこんなところで何をしていると尋ねたという。 停滞ミスを犯したカージナルスは、もう一敗もできないところまで追い詰められて、本拠地、ブッシュスタジアムへ帰ることになった。勝ち、ジェイク・ウェストブルック・ハイ、マークロー・ホン・ルイダ・テックス、エイドリアン・ベルトレ2号ソロ、ネルソン・クルーズ2号ソロ、ジョシュ・ハミルトン1号にラン STL、ランス・バークマン1号にラン、アレン・クレイグ2号ソロ、デビッド・フリース1号ソロ審判、急診。 ゲイリー・シダーストロム、シン、一類、ジェリー・レイン、二類、グレッグ・ギブソン、三類、アルフォンソ・マルケス、ソトシン、左翼、ロン・カルパ、右翼。テッド・バレット試合開始時刻、中部夏時間午後7時6分試合時間、4時間33分、観客、47,325人気温、歌手53度詳細、mlb.com ゲームデー、espn.com。 b a s e b a l l r e f e r e n c e c o m ファングラフスシリーズは移動日を挟んでブッシュスタジアムに舞台を戻し第6戦は10月26日に行われる予定だったしかし当日の昼頃になって軽く雨が降り始め予報では夕方から本降りになると見られたため MLB 機構は 試合開始5時間前に早々と順延を発表した。皮肉にもこの後、予報とは裏腹に試合ができる状態にまで天候が回復し、ランスバークマンは第一戦の時よりいい天気なのにとぼやいた。ただこの順延は逆転優勝のために連勝が必要なカージナルスにとっては大きな意味を持つ。エースのクリス・カーペンターを 最終第7戦に中3日で先発させることが可能になったためである。監督のトニーラルーサは第7戦の先発について名言こそ避けたものの、カーペンターからは喜んで投げると話があったという。対するレンジャーズは第4戦で相手打線をほぼ完璧に封じたデレク・ホランドを中4日で第7戦の先発とする手もあるが、こちらは監督のロン・ワシントンが この一年やってきたことは変えないとして、先発ローテーションの組み替えを、きっぱりと否定した。もちろん、この第7戦の話題は、第6戦で、カージナルスが勝つことを前提としたものであり、レンジャーズが第6戦を制した場合には、第7戦は行われない。ランスバークマンが、第1戦以来の打点を挙げ、カージナルスは1点差をすぐにひっくり返した翌27日は、 雨も降らず、シリーズは再開された。第6戦の先発投手は、両、チームとも前日の登板予定をスライドさせ、カージナルスは、ハイメガルシア、レンジャーズは、コルビー・ルイス。第2戦で、両投手は、最初の6イニングを共に無失点という投げ合いを演じていた。そこから中6日での、第6戦は、第2戦とは異なり、 序盤から小刻みに得点が入る展開となる。初回表、レンジャーズは、先頭のヤン・キンズラーが、死球で出塁し、2番、エルビス・アンドラスがサゼンダでつないで、無視1.3塁とする。この後期に3番、ジョシュ・ハミルトンは、初球、内角へのツーシームを引っ張って右前へ運び、キンズラーが先制のホームを踏んだ。レンジャーズ打線は、 一週間前のガルシアとの対戦では87球で無得点だったのに、今回はわずか10球で選手点を奪うことに成功した。ガルシアは後続を打ち取って1失点で食い止めたが、立ち上がりから相手にリードを許した。追いかけるカージナルスはその裏、1死から2番スキップシューマッカーが中前打を放つ。3番、アルバート・プホルスの凡退で西一塁となった後、 左打席に立った4番バークマンが、こちらも、初球のツーシームを弾き返すと、高く上がった打球は、左中間スタンドまで届く、逆転の2点本塁打となった。だが、ガルシアの投球は、援護をもらった、直後の2回表も、不安定なままで、先頭打者に支球を与えると西2塁から1番、キンズラーアーに、エンタイトル2塁打を浴び、立ち待ち同点に追いつかれた。ガルシアは、 結局、59球を費やし3イニングを投げ終えた、ところでマウンドを降りることになる。中盤に入ると、両、チームとも立て続けに、守備のミスを起こす。4回表、この回からマウンドに上がった2番手、フェルナンド・サラスに対し、レンジャーズの先頭打シャネルソン・クルーズは6球目を打ち上げる。遊撃のラファエル・ファーカルと左翼のマット・ホリデーがこの、打球を追ったが、 途中でお互いが処理を譲り合ったため、最後はホリデーが打球をグラブに当てながらもこぼした。クルーズはその間に2塁まで進んで、7番、マイク・ナポリのウゼンダで、ホームインし、レンジャーズが1点を勝ち越した。この1打でナポリは、ワールドシリーズ史上6人目となる1シリーズ2桁、打点に到達した。直後のカージナルスの攻撃では、 先頭の4番バークマンが一塁方向へゴロを打つ。一塁手、マイケル・ヤングはこの打球を一旦引いて、すぐに拾い、ベースカバーに入ったルイスへ送球したが、ルイスは一塁ベースを踏むことができず、打者走者は、セーフとなった。5番ホリデーは、至球で、虫一二塁となり、続くデビッド・フリースは二ゴロに。ここで一塁走者ホリデーが、 平鎖崩しのスライディングで、遊撃手、アンドラスの送球を乱れさせ、自身は二類封殺となりつつ、フリースを生かした。一死一点三塁で七番にアディアー・モリーナが三五郎を放ち、その間に三塁走者バークマンが生還して、試合は同点に戻った。5回表には、先頭の三番ハミルトンによる、ナイアフライを三塁のフリースが頭に当てて落球。 これで出塁した走者を、四段ヤングが、左中間を破る、敵時にルイダで返し、レンジャーズが再び一点を先行した。フリースはこのプレイについて、取り損ねたボールが頭に当たるなんて、まるでサーカスみたいと、自虐している。四回の表裏も五回表も、イニング最初の打者が、相手の失策でルイに出たのをきっかけに得点が生まれた。 三度離されたカージナルスの反撃は6回裏だが、これにも相手の失策が絡んでいる。一し一塁から5番ホリデーが、外角高めへのフォーシームを一塁方向へ打ち返す。地面に叩きつけられて跳ねた。この打球を、一塁手のヤングは取って二塁へ投げようと、したが、ボールが右手につかず、落としたためアウトを一つも取れず。ヤングには四回裏に続いて失策が記録された。 ルイスは6番フリースを死休で歩かせて満塁にされた。ところで降板し、アレクシー・オガンドが2番手として登板した。だがオガンドは7番ワイモリーナに、押し出しの死休を与え、カージナルスが、またも同点に追いついた。8番、ニック・プントの打席では、保守のナポリが3類走者ホリデーを投球後の牽制で、差し、1死満塁から2死1二塁にする。それでもオガンドは、 冒頭で走者を進めた上、プントに対しても0ボール2ストライクから支球を選ばれるなど立ち直ることができず満塁に。レンジャーズは請求難のオガンドを諦め、一時は第7戦先発も噂されたホランドを3番手に投入した。そのホランドがジョン・ジェイを投げ頃に打ち取って3個目のアウトを取り、4から4の同点で6回裏が終わった。 失策が多発した理由として考えられるのは、現地水ズーリ州セントルイスの寒さで、実際に気温が下肢45度以下だと失策が18%増えるという統計もあるが、J は、ここは、シーズン最初の2ヶ月くらいも、こんな気候だからと影響を否定した。エードリアンベルトレのシリーズ第2号本塁打を口火に、レンジャーズは7回表に3点を加えた7回表から、 カージナルスの左翼には、ホリデーに代わって、アレン・クレイグが入った。ホリデーは6回裏の県政史の際に三塁手、エイドリアン・ベルトレと交錯し、右手を踏まれた感触があって、小指を痛めたという。マウンドには、前の回から数えて2イニング目の3番手、ランスリンが立っていた。そのリンから、レンジャーズ打線は、先頭のベルトレが低めへのツーシームを、宇宙間スタンドへ、 6番クルーズが内角へのカーブを、左翼3階席へ、それぞれ打ち込む2車連続の本塁打で勝ち越す。この後さらに1点を加え、ここまでで最大の3点差をつけた。この回途中で降板したリンは、クラブハウスで八つ当たりしたくなる気持ちを必死に、抑えるしかなかった。そして7回裏、1番ファーカルから始まる、高打順のカージュマルス打線をホランドが三者凡退に、 封じた。試合は残り2イニングとなり、場内には、レンジャーズの初優勝で決まりという雰囲気が漂う。一部のファンはもはや諦め、渋滞を免れるため早めに帰宅の途についていた。また、8回表には、記者席に陣取っていたメディアに、レンジャーズ優勝時の取材要項が書かれた紙が、配られた。この空気の中でカージナルスは8回裏、5番クレイグが、 ホランドから、ソロ本塁打を放って1点を返す。続いて西後、ホランドと4番手、マイク・アダムスの2投手から3連打で満塁の後期を作った。だが最後は1番ファーカルが、初級、アダムスが内角へ投じたスライダーを引っ掛けて力ない、打球の投げ頃に倒れた。この回の大打策で控えシュを使い果たしたのに、同点にも届かず、 カージナルスは2点ビハインドで残すは9回のみという状況に追い込まれた。レンジャーズのクラブハウスではシャンパンファイトの準備も進んでいた。カージナルスは9回表を抑えのジェイソン・モッドに投げさせて無失点で終え裏の攻撃に望みを託す。初優勝まで残り1イニングのレンジャーズは抑えのネフタリフェリスをマウンドへ送った。カージナルス打線は1死から 3番プホルスが、左中間を破る二塁打を浴びせると、自打者、パークマンは、ストレートの死球を選び、1、2塁と同点の走者を塁に出す。次に打席に入った5番クレーグも、ストライクが入らないフェリスからにボールレーストライクと、打者有利なカウントを作った。だがフェリスはそこから、フォーシーム2球で追い込み、6球目のスライダーで、クレーグを見逃し三振に退けた。 レンジャーズのシリーズ制覇までいよいよ、あと一人という状況で、6番のフリースに打順が回る。5回表に失点につながる失策を犯していた、フリースは、お名返上の機会が得られて嬉しかったという。1ボール1ストライクからの3球目、フェリスは98マイルパーアワーのフォーシームで空振りを、奪い、あと1球というところまで追い詰める。左翼を守るデビッド・マーフィーは、 最後のアウトを自分が処理したら、喜びをどう表現しようかと考え、一方で打席のフリースは、今この瞬間に自分がコントロールできることに意識を集中させていた。4球目、フェリスは、同じコースへ同じ速さのフォーシームを投げ、フリースが、右方向へ打ち返した。この時右翼手のクルーズが、頭上を越される長打だけは避けなければならない状況にも、 かかわらず、三人の外野手の中で、一人だけ、守備位置を深めに取っていなかった上、打球への反応や追い方も遅いという、拙ない守備を見せた。伸びていった打球は、クルーズが交代しながら差し出したグラブの先を抜けて、フェンスを直撃する。跳ね返って点々とする打球に、クルーズが追いついて内野に返球する頃には、プホルスもバークマンも生還して、 試合は7から7の同点となり、フリースは3塁まで達していた。7番ワイモリーナが打ち取られて一気に逆転、サヨナラとまではいかなかったものの、カージナルスは土壇場で追いついて試合を延長戦に持ち込んだ。フリースの同点3塁打に、球場の空気が盛り上がる中、10回表のカージナルスはもっとを続投させた。レンジャーズは一死一塁とし、 3番ハミルトンが打席へ向かう。敬虔なキリスト教徒のハミルトンはこの時、あるから、何時は今ここで、ホームランを打つと掲示を受けたという。ただそれと同時に、自分が素刑部を痛めているため内角級にうまく、対応できないことや、もっとが速球ハクローザーであることから、相手バッテリーは、速球で内角をついてくるのでは、と配球を読んでもいた。その直後に、 モットが投じた初球は内角低めへの98マイルパーアワーのフォーシームだった。その球をハミルトンがすくい上げると、打球は宇宙間スタンドへ飛び込む2点本塁打となった。カージナルスは同点にした後すぐにまた突き放され、モットは打球がフェンスを越えた時、ああ、終わったと思った、と後に明かしている。レンジャーズはリードを得て攻撃を終え、初優勝まで。 残り1イニングに改めて迫った。モッもっとも、ハミルトンが授かったージは、打席の結果についてのみであり、この試合の勝敗には、触れられていなかった。10回裏、もっと2イニングをまたがせたカージナルスとは、対照的に、レンジャーズはフェリスから、左投手のダレン・オリバーに傾投する。これは、この回の相手打線が、左打者2人から始まるためだった。 それでもカージナルスは、先頭打者、ダニエルデスカルソが、1、2塁間を破る、ウゼンダで出塁し、9番 J も3塁後方に落ちる、サゼンダで続いて、左投手から、左打者の連打で、虫1、2塁の後期を迎えた。マーフィーによれば、J の打球は、通常の守備位置にいれば取れていたが、前のイニングで、クルーズが、フリースに、頭の上を越されたため、 このイニングに限って、レンジャーズの外野陣はいつもより後方で守っており、それがかえって裏目に出たという。J の次は1番の打順だが、ここには9回からモットが入っていた。しかも控え野手はすでに底をついている。デビッドフリースは5回表の失策のみならず、打っても8回までは3打数無安打だったが、最終的には、自らのバットでチームを勝利に導いた。 ここでカージナルスは一旦、ネクストバッターズサークルに立たせていたエドウィン・ジャクソンを、そのまま代打に送る。しかし、相手が間を取るうちに、代打の代打に、カイル・ローシュを起用することにした。ラルーサは、犠牲バントをさせるつもりであり、それには、指名打者性のないナショナルリーグにより、長く在籍しているローシュの方が適役だった。ローシュは2球目をバントする。 打球は消費球となって三塁手ベルトレが前進してきたその頭を越え遊撃手アンドラスを三塁カバーから打球処理に回らせることで2走者を進めた。1死2.3塁でオリバーに代わってスコットフェルドマンが登板し2番ライアンテリオを3ゴロに打ち取る。この間に三塁走者デスカルソが生還し点差が1点に縮まると同時に2死となった。 あとアウト一つで優勝のレンジャーズは一塁が空いている状況で3番プホルスを敬遠し4番バークマンとの対決に勝負をかけたフェルドマンは内角攻めで初球と3球目にファウルを打たせ2ストライクに追い込むボールを1球挟んで5球目フェルドマンは93マイルパーアワーのフォーシームで内角を突きバークマンはバットを折られながらもこれを弾き返した ライナー性の打球は J のサゼンダの時と同様に中堅守ハミルトンが後ろに下がって守っていたことが影響してその前に落ち2塁走者 J が3塁を回って同点のホームを駆け抜けたこうしてカージナルスは2イニング連続でレンジャーズの優勝決定を阻止したなおも続く西1 3塁の場面では5番クレイグが3ゴロに仕留められ 同点止まりで試合は11回へ進む。とはいえ9回と延長戦突入ごと、いずれも一度は相手にリードを許しながら、そこから同点に戻したというのは、ワールドシリーズ史上初めてのことである。11回表、カージナルスは7番手として、ジェイク・ウェストブルックを登板させた。ウェストブルックはこの時、2000年のデビュー登板時とよく似たものを感じていたが、 11年の経験をもとに、今回はうまく対処できたという。その上、ストブルックに対しレンジャーズは、一死からナポリがウゼンダを放ったものの後続が倒れ、勝ち越し点を奪うことができなかった。この攻撃では、投手のフェルドマンに代打が出されたため、裏のマウンドには8番シュマークローが上がった。カージナルスの先頭打者フリースは、ローが、 ツーストライク後の決め球にチェンジアップを選ぶ傾向があると頭に入れて打席に入った。ローは初球から3球連続ボールの後、フォーシームを続けて見逃しと、ファウルでストライクを奪い、フルカウントにする。6球目にローが投じたのは、フリースの読み通り90マイルパーアワーのチェンジアップだった。内角に来た球に合わせて、フリースがバットを振り抜き、打球は、 中堅方向へ伸びていく。中堅手ハミルトンがそれを見上げながら追うが、やがて、ウォーニングゾーンで足が止まり、打球はその上を越えて、バックスクリーンの芝生に落ちるサヨナラ本塁打となった。フリースにとっては、これが野球人生で初のサヨナラ本塁打だった。チームメイトはダグアウトを飛び出して、本塁の周りを囲み、フリースが帰ってくると同時に、 彼をもみくちゃにして祝福した。4時間33分、延長11回に及んだ試合に、この一打で決着がつけられ、カージナルスが、対戦成績を3勝3敗のタイにした。優勝の行方は、ワールドシリーズでは9年ぶりに行われる、最終第7戦へ持ち込まれた。ブッシュスタジアムアナウンスのザーテンダンスアット47、325、バットウィズイン、エーヒューイヤーズ。 ザットナンバーウィルスウェルツーアン、イージークォーターミリオン、ウォールストリートジャーナルのジェイソンゲーム。ウェミズ・フリーズ、S ス・スタチュー・ビー・イングビルト、トロント・ブルージェイズ・ガヤシュ、ホセ・バティスタのツイッター、フォックスの全米テレビ中継で実況をしていた、ジョーバックは、フリースの打球が本塁打になると確信した瞬間に、We will see you tomorrow night と口にした。 もともとこのセリフは1991年のシリーズにおいてこの日のカージナルスと同じように2勝3敗と追い詰められていたミネソタツインズが第6戦をカービーパケットのサヨナラ本塁打で制した時にバックの父で同じく実況アナウンサーだったジャックが発していたものだった。当のフリースがベースを一周しながら思い起こしていたのは 2004年のナショナルリーグ優勝決定戦第6戦でカージナルスのジム・エドモンズが放ったサヨナラ本塁打だったというフリースは地元セントルイスの郊外で育ち2006年のドラフトでサンディエゴ・パドレスから指名されてプロ入り後2007年12月にエドモンズとのトレードでカージナルスに入団していたその彼がこの日 9回の同点三塁打でチームを、敗退の窮地から救い、11回のサヨナラ本塁打で、チームに勝利をもたらした。プホルスは、デビッドよりもこの試合の主役にふさわしい奴はいない。故郷での試合だし、高校の同級生や、家族も多分球場に来てたんだろう。その目の前であんなことをやってのけるなんてすごいねと、褒めたたえた。フリースは、 うちはうちらしく諦めずに最後まで戦い続けた。こんな試合の中にいられたなんて信じられないと、試合の感想を述べた。ワールドシリーズにおいて、2勝3敗と後のないチームが、第6戦に勝利して、シリーズを最終戦へも連れ込ませたのは、今回が36度目である。その中でも、史上3度目となる、第6戦の勝ち方を、 この日のカージナルスは二つ達成している。まずは延長戦でのサヨナラ本塁打による勝利で、これは1975年のシリーズで、カールトン・フィスクが打った、ボストン・レッドソックスと、前述した1991年のツインズに次ぐ。もう一つは、8回以降に一度はリードを許しながらも、追いついて延長戦の末に逆転勝ちというもので、こちらは、 過去に1975年のレッドソックスと1986年シリーズのニューヨークメッツが成し遂げていた。それに加えて相手に5度もリードを許しながら全て追いつくか逆転したというのと8回から延長11回までの4イニング連続で得点を上げたというのは第6戦に限らずシリーズ史上初のことであった。ただ、 カージナルスはあくまでもまだ3勝したに過ぎず、相手のレンジャーズも、あと1勝すれば、優勝、という状況は依然として変わらない。過去の例を見ても、1986年のメッツや1991年のツインズが劇的勝利の勢いそのままに優勝を掴んだ一方で、1975年のレッドソックスは、翌日の第7戦に敗れて、 優勝を逃している。ましてやレンジャーズは8月23日から25日にかけての3連敗を最後にここまで2ヶ月間46試合で連敗を一度も喫していないのである。バークマンはこの日のさよなら勝利が伝説になるかシーズンの単なるいい思い出になるかは第7戦の結果次第で決まるとした。勝ち、クリス・カーペンター杯。 マット・ハリソン本類打 STL、アレン・クレイグ3号ソロ審判、急進、ジェリー・レイン、類進、一類、グレッグ・ギブソン、二類、アルフォンソ・マルケス、三類、ロン・カルパ、ソトシン、左翼、テッド・バレット、右翼、ゲイリー・シダーストロム試合開始時刻。中部夏、時間午後7時5分試合時間、3時間17分。 観客、47,399人気温、歌詞50度詳細、mlb.com ゲームデー、espn.com、e、basebal-referenc.com、e、ファングラフス第7戦の舞台となった、ブッシュスタジアム。観客は、球場史上最多の47,399人を、数え、 外の通りにまでファンが溢れている延長11回のサヨナラゲームから一夜明けた28日ワールドシリーズは9年ぶりにこの試合に勝った方が優勝という第7戦の日を迎えた試合前にカージナルスはロースターの入れ替えを行い前日の試合で負傷交代したマット・ホリデーに変えてアドロン・チェンバースを登録したホリデーは 右手首の炎症がひどく夜も眠れなかったといい、第7戦をダグアウトから見守ることについて楽しみにしてたのにもどかしい。チームスポーツだからしょうがないけどと述べた。もう一つカージナルスが決断を迫られたのが先発投手である。この日の先発投手は、カージナルスはクリス・カーペンター、レンジャーズはマット・ハリソン。結局、 カージナルスは26日の雨天順延を利用して、エースを中3日で投入し、レンジャーズは先発ローテーションを崩さず順番通りに貫いた。この先発投手の指名には、状況に応じて細かな選手起用を行うトニーラルーサに対し、失敗を恐れず信頼した選手に任せるロン・ワシントンという、両監督の采配の違いが端的に現れていた。 カーペンター先発を最終的にラルーサが決めたのは、当日午前、投手コーチのデーブ・ダンカンと話し合い、カーペンターが身体的に登板可能な状態にあると確認してからだった。カーペンターは、ラルーサとダンカンのお墨付きを得て登板したが、実際に試合で投げてみると、体の感覚が普段と異なり、請求が思うようにいかない。まず先頭打者ヤン・キンズラーに、 高めの進化を、左前出される。この奏者は自打者、エルビス・アンドラスの打席の初級、保守のヤディアーモリーナが投球後の牽制で、アウトにし、カーペンターは、あれは大きかった。あれがあるからヤディは、すごいと称賛した。それでもカーペンターの乱調は続き、アンドラスに支給を与えて、再び奏者を背負うと、3番、ジョシュ・ハミルトンと4番、 マイケル・ヤングに連続的時にルイダを浴び、試合開始から12球で2点を先制された。カーペンターは後続を断ってこのイニングを終わらせたが、1番、キンズラーから4打者連続で、初球ストライクが取れず、イニング18球中ストライクは10球と、請球難は数字にも現れている。しかしその裏、カージナルス打線もすぐさま反撃に出る。ハリソンが西から3番。 アルバート・プホルスと4番、ランス・バークマンを続けて歩かせ、1、2塁と走者が、得点圏に進んだ。ここで5番、デビッド・フリースが、フルカウントからの7球目に来た内角へのツーシームを、左中間へ運び、同点の2.2塁2打にした。フリースは、前日の9回裏から3打席連続で同点か、勝ち越しの安打を放っており、これは、同僚アレン・クレイグに次いで、 今シリーズ二人目、シリーズ史上でも二人目の記録となる。フリースは睡眠時間が1時間足らずという状態でこの試合に臨んでいたが、この1年間ずっと取り組んできたという内閣球を左中間に打ち返す打撃をこの場面で実践してみせ、打撃コーチのマーク・マグワイアに練習の成果が出たなと言わしめた。ハリソンは、 先制点をもらった直後に出展し、あれが彼らに自信を取り戻させちゃったんだと思うと反省した。クリス・カーペンターは、中3日で7回途中まで91球を投じ、2回以降は、相手に得点させなかった2回表もカーペンターは、先頭打者マイク・ナポリのサゼンダをきっかけに西1.3類の危機を招くが、最後は2番アンドラスを投げ頃に仕留めて、 無失点で乗り切った。2イニングとも得点圏に走者を背負っての投球を強いられ、計37球中ストライクは半分以下の17球と数字上は請球がさらに悪化している。カーペンターはこれじゃどこまで投げさせてもらえるかわからない。だからとにかく目の前の打者を一人ずつアウトにしていこうと気持ちを切り替えた。また投球の組み立ても変えた。 最初の2イニング37球はほぼシンカーとカッターで締められカーブは1球しか投げていなかったこのカーブを増やすようにしたところ投球が立ち直りを見せた3回表のレンジャーズの攻撃は3番ハミルトンから始まり脱線の中軸に回るしかしカーペンターは西から5番エイドリアンベルトレに死球をぶつけただけであとは抑えたその裏 カージナルス打線が1点を勝ち越す。2番クレイグが1ボール2ストライクから粘って、フルカウントに持ち込み、7球目のフォーシームが高く、浮いたのを逃さずに捉えると、宇宙間のジグンブルペンに飛び込む、ソロ本塁打になった。クレイグは、シリーズ中は緩急をつけた、内角攻めが続いたけど、プレート上の球を打つよう心がけていた。あのホームランは、 運よくちょっと外目のところに浮いた球が来たからねと、振り返った。クレーグは、第6戦の途中から、そしてこの日とホリデーの代役として出場し、いずれも本塁打を放っている。また彼はこれで、ルー・ゲーリッグとジーン・テナスに次いで、史上3人目の、1シリーズ中に4試合で先制、または、勝ち越しの一打を記録した打者となった。カーペンターは4回表、 先頭の7番ナポリをカーブ3球だけで三振に抑えるなど三者凡退に5回表は1・2塁から3番ハミルトンと4番ヤングを打ち取って1点のリードを守る試合が進むにつれ球速も上昇していったカーペンターの投球についてベルトレは相手打者のバランスをどう崩せばいいかを分かっているハミルトンは力で圧倒する感じではないが 球種の折り混ぜ方がうまかったと述べている。一方のハリソンは、4回裏にも日誌2.3塁と、攻め込まれた。当主のカーペンターの打順で、カージナルスが代打を出さなかったこともあり、結果的に、無失点でしのいだものの、ハリソンは結局この回限りで降板した。ところが5回裏、代わって登板したスコットフェルドマンが西市支給で走者を、 ため、西2.3塁と1塁が空いたので5番フリースを敬遠して満塁策を取ったところ、自打者ワイモリーナにも押し出しの支給を与える。さらに、CJ ウィルソンがマウンドを引き継ぐも、初級から7番、ラファエル・ファーカルに支給を当てて再び押し出し。こうして、カージナルスに無安打で2点が加わり、5から2と点差が広がった。レンジャーズには、 大舞台で頼りになるカーペンターのようなエースがいないということがこの場面であらわ,わになった。レンジャーズは3点を追う6回表、一時無双者から6番ネルソン・クルーズが本塁打成の当たりを放った。打球は左中間フェンスを越えそうだったが、左翼手クレイグがフェンス際でジャンプしながら打球をもぎ取ったため3点目とはならなかった。このプレイについてクレイグは 高校時代のバスケットボール経験が生きたかと問われ、そう聞かれると思ったよ。けどあの頃より30ポンドは重くなってるしな、とにかく取れてよかったと答えた。レンジャーズはなおも食い下がり、7回表は、先頭の8番、デビッド・マーフィーが、エンタイトルにルイダで出塁する。カーペンターは今シリーズ、この日も含めて、走者を得点圏に置いた場面では11打数1。 ヒアンダと容赦を占めていたが、カージナルスはここで系統に入ることを決めた。カーペンターが、救援党主人に後を託して、ダグアウトに下がる際、満員の監修が、スタンディングオベーションで、彼の力投を称えた。無視二塁の場面は、アーサー・ローズが、代打の代打ヨービット・トレアル・バオ、オクタビオ・ドーテルが一番、キンズラーと二番アンドラスを、それぞれアウトにして切り抜けた。 その裏、打線は、レンジャーズ4番手のマイク・アダムスから安ダと死球で1、死12類の場面を作り、6番ワイモリーナの中前打で6点目を奪った。このシリーズにおけるレンジャーズ投手陣の予死球数は、最終的に、1997年のシリーズで、フロリダ・マーリンズが記録した40を超え、歴代最多の41に上った。 14年前のマーリンズはそれでも優勝を果たしたが、レンジャーズは、ビハインドのまま8回表もランスリンの前に三者凡退に、抑えられる。9回表、カージナルスのマウンドには、前日に続き、抑えのジェイソン・モットが立った。彼は、自身が、それまでに経験がないというほどの地元ファンの、大声援の中で、6番クルーズを中飛に、7番、ナポリを3頃に打ち取る。 そして8番マーフィーが2球目、97マイルパーアワーのフォーシームを左方向に打ち上げ、左翼主クレイグがこれを補給した瞬間、カージナルスの5年ぶり11度目のシリーズ優勝が決まった。シリーズ優勝を決め、フィールドに飛び出して喜びを爆発させるカージナルスの選手たちもっとは打球の行方を見守り、 クレイグが補給したのを確認すると、前を向き直して、両腕を広げながら、おたけびを上げた。その視線の先にいた保守のワイモリーナは、本塁付近で一旦膝をつき、両手で小さく、ガッツポーズした後、すぐに、モットの元へ駆け寄って抱きついた。同時に、フィールドやダグアウトから集まった選手たちも、覆いかぶさるようにモットに飛びついた。場内に、 神吹雪が舞い花火も打ち上げられる中、彼らは抱き合ったり握手したりして、優勝の喜びを分かち合った。やがてフィールドに、ステージが設けられ、表彰式が始まった。MLB 機構コミッショナーのバドセリグから、球団筆頭オーナーのビルデオイットジュニアにコミッショナーズ、トロフィーが授与され、続いて、進行役のクリス・ローズによるインタビューが行われた。マイクを向けられたらルーサは、 今回のシリーズを言い表すなら、信じられない、すごい、素晴らしい。これに尽きると語った。シリーズ MVP には、前日のサヨナラ本塁打やこの日の同点二塁打などで、勝負強さを発揮したフリースが選ばれた。フリースの活躍についてセリグは、選手がトレードで故郷のチームに入団し、ヒーローになる、なんて脚本を書いてみろ。そんなものを出したところで、 顔面に投げ返されるのがオチだと述べた。レンジャーズのクラブハウスは失意に沈んでいた。例年のシリーズならば、優勝を逃したチームも試合後すぐにクラブハウスをメディアに解放するが、この日のレンジャーズがクラブハウスを解放したのは、試合後20分は経ってからだった。シーズンを終えた選手たちには、ワシントンが、ねぎらいの言葉をかけていたが、彼自身も、 何か一つ振り返るなら、勝利が手の届くところまで来ていたということ。あと一球が決まっていれば、あと一アウトが取れていれば、結果は違っていただろうなととろした。ひるがえって、歓喜に湧くカージナルスのクラブハウスでは、シャンパンファイトが始まった。彼らにとってこのシャンパンファイトは、この年4度目にして、初めて本拠地、ブッシュスタジアムで行うものだった。これまでは、 ワイルドカード獲得がテキサス州ヒューストン、地区シリーズ突破がペンシルベニア州フィラデルフィア、リーグ優勝がウィスコンシン州、ミルウォーキーとすべて敵地で決定していた。シリーズ3敗目を喫した第5戦終了後、ダルーサはそのことに触れながら選手たちを鼓舞しており、彼らはそれに応え、地元で連勝して逆転優勝を果たした。この日、 ミズーリ州セントルイスの街は、優勝を祝福する市民で夜遅くまでごった返し、5年、前の前回優勝時とは比べ物にならないほど大きく盛り上がっていた。シーズン終了後のカージナルスには、二つの大きな課題が待ち受けていた。一つは、トニーラ・ルーサの公認監督探し、もう一つは、主砲、アルバート・プホルストの FA 交渉である。 GM のジョンも贅役が第7戦終了直後、選手の元へ向かうため球場内を移動しながら考えていたことが、この2つにどう対処しようかということだったという。その後、カージナルスは新監督に球団 OB のマイク・マシーニーを迎え入れた。プホルスとの契約交渉は合意に至らず、彼はロサンゼルス・エンゼルスへの移籍を選んだ。 1996年からチームの指揮を取っていたラルーサが優待し、2001年のデビュー以来中心選手として活躍してきたプホルスも、対談とチームの象徴的存在だった二人が相次いで去ったことで、球団史における一時代に幕が下ろされる形となった。優勝記念パレードと監督の交代パレードの戦闘で沿道の監修に手を振るとニーラルーサ。 この直後、選手らに、優待の意向を明かしたパレードの終着点、ブッシュスタジアムで行われた、記念式典の様子シリーズが終わって、すぐ、カージナルスの優勝記念パレードが2日後の10月30日に行われることが発表された。コースは、旧ユニオン駅舎前を午後4時に出発して、マーケット通りを東へ進み、7番通りと交わるところで右折して、本拠地球場、 ブッシュスタジアムへ向かうものとなった。パレードの終着点、ブッシュスタジアムでは、記念式典が行われることになり、その入場券は、第7戦が終了してから90分で完売している。その日は、アメリカンフットボールの NFL でも、セントルイスラムズが、ブッシュスタジアムの近くにある、本拠地、エドワード・ジョーンズ・ドームで正午から試合を、開催することになっていた。 ラムズは同じ街のチームの優勝を祝うため、シリーズ MVP を受賞した、デビッドフリースの背番号23にちなんで、当日券の値段を23ドルに設定し、さらにカージナルスを試合に招待した。パレード当日、カージナルス一行は、ラムズの招待に応じて、エドワード・ジョーンズドームを訪れ、プライベートスイートで、ラムズとニューオーリンズ・セインツとの試合を観戦した。 試合前には、クリス・カーペンターが、ラムズ・ RB のスティーブン・ジャクソンのユニフォームを着て、フィールドに登場し、先行チームを決めるコイントスに名誉ギャプテンとして、立ち会った。続いて試合開始後、第1クォーター途中には場内に、カージナルスの紹介が行われ、スキップ、シューマッカーとラファエル・ファーカルがコミッショナーズ・トロフィーを、掲げると、千百七十九人の観客が、 入った場内は、スタンディングオベーションに包まれた。ラムズは2011年シーズンが開幕して6試合で、まだ白星がなかったが、この日の試合ではここまで5勝2敗と好調のセインツを31から21で破る番狂わせを演じ、シーズン初勝利を挙げた。試合後、セインツのヘッドコーチのショーン・ペイトンが、この街が、野球の優勝で大盛り上がりなのは、認めるけど、 それとこの試合とは関係ないと思うねと語る一方、ラムズのヘッドコーチのスティーブ・スパノーロは、トニーをはじめカージナルスの皆が来てくれたことに、とても感謝している。我々にとってそれがどれだけの意味を持つか、彼らに知ってもらいたかったと述べている。この日のセントルイスは、空が雲に覆われ風もあるなど天候には恵まれなかったが、ドームで、 NFL の試合が行われている傍らでは、パレード開始の数時間前から沿道で場所取りをする、ファンの姿も見られた。パレードは、予定通り午後4時に始まり、ラルーサ夫妻が乗り込んだワゴンを、バドアイザー・クライズデールが引いて、先頭を行き、続いて、球団ヒットオーナーのビル・デウィット・ジュニア一家や、選手たち、殿堂入りした、球団オービーラが一列となって進んでいった。 遠藤はチームカラーの赤を身につけた数十万人のファンで埋め尽くされ、アルバート・プホルスやフリースなどには特に大きな声援が集まった。パレードは40分ほどで満員の観客が待つブッシュスタジアムにつき、フィールドの2類付近に設けられたステージで記念式典が行われた。ここでラルーサは何度もあった敗退の危機を乗り越えて、 優勝を果たした選手たちを称賛し、この優勝は50年後も称えられているであろう、特別なものだと評した。フリースは、シリーズ優勝という一つの夢が叶ったのは、ファンのおかげだと感謝の言葉を述べた。ひときわ大きな歓声を浴びたのがプホルスで、球団との契約最終年のシーズンを終えて、FA となる。彼は、インタビュアーの、 来年もまたこうやって、お祝いをするために戻ってきてくれるかという問いに、もちろんだろうと答え、残留を希望するファンを喜ばせた。式典が終わると、ラルーサから話があるということで、選手たちは、球場内の一室に集められた。そこでラルーサは16年間務めてきたカージナルスの、監督の座を退き、現場から引退する意向を明かした。彼自身は、 シーズン序盤の時点ですでにこの年限りという選択肢も考えており8月には引退を決断して GM のジョインゼリ役に伝えていたというただ選手やコーチ陣はそのことを知らされておらずシリーズを終えてパレードもやったその日になって初めて告げられることとなった突然の引退表明に涙を流す選手もおりその時の雰囲気をカーペンターは話と言っても 今年はいい一年だったなみたいなことだろう、とみんなが思ってた。ところが実際には辞めるということだったからみんな油断していたところを殴られたような感じだったと振り返っている。選手たちへの報告を済ませたらルーサは翌31日午前に記者会見を開き何か特定の理由が一つあったわけではなくいろいろなものが積み重なって ここらが潮時だと思ったと退任を世間に公表した。ワールドシリーズで優勝したチームの監督が、そのシーズンをもって引退するのは、史上初のことだった。ラルーサの公認として、カージナルスは、球団内外から候補6名を選出し、面接を実施した。候補者は、以下の通り。このうち、マシーニーは、捕手として2000年から2004年の5年間、マクユイングは、 ユーティリティとして1998年1999年の2年間、ラルーサ式下のカージナルスでプレーしたことがある。一方、フランコーナーとサンドバーグの2人は、これまでカージナルスに所属したことがない。指導者経験の点では、メジャーでの監督経験があるのは、フランコーナーのみである。他の候補者もほとんどが、メジャーでのコーチ経験や、 マイナーリーグでの監督経験は持つが、マシーニーだけは、選手引退後は常勤の指導者職に就いたことがなかった。そのためモゼイアクは、ニューヨークヤンキース監督のジョージ・ラルディに、指導者未経験からいきなりメジャー監督に就任した、先達としての助言を講うたという。11月14日、カージナルスは、新監督にマシーニーを起用すると発表した。 ラルーサは、マシーニーについて、保守というのは一級一級の決定に関わってくる、ポジションだから、リーダー的役割を自然と担うことになるし、彼自身、お手本のような真のリーダーだ。だが彼は声を出して、チームを引っ張っていくタイプで、これは放っておいても勝手になれるものではないと素質を高く評価した。経験の少なさについて、ジョン・ジェイは、経験があろうとなかろうと、 乗り越えなきゃならない壁ってのは出てくるものだよと話し、フリースは一般的には成功するために必要だとされていることを必要としない人間もいる。マシーニーはそういう男だと、うちのチームが考えているのは間違いないと述べた。マシーニーの監督就任決定後、カージナルスは、オケンドウを三類コーチに留任させ、マロニーを一類コーチに採用した。 パレードでのアルバート・プホルス。結果的にこれがカージナルスの一員としての最後の舞台となった戦力の入れ替わりシリーズの閉幕により各球団で契約を満了した選手が FA 登録され11月3日から他球団との交渉が解禁される。カージナルスからはエドウィン・ジャクソンやラファエル・ファーカルラも FA となるがやはり最大の注目は MLB 史上3例目となる総額2億ドル超えの大型契約が濃厚と見られていたアルバート・プホルスだった。1999年のドラフトでカージナルスから指名されてプロ入りし、それ以来カージナルス一筋だった。彼にとって FA として他29球団とも自由に契約交渉ができるようになったのは今回が初めてである。交渉解禁後、 これだけの契約が可能なほどの予算を持つ球団が、わずかな中で、意外にもマイアミ・マーリンズが獲得に、積極的な姿勢を見せた。マーリンズは新球場、マーリンズ・パーク移転1年目のシーズンを控え、それまでの緊縮財政から一転して、積極補強に打って出ていた。カージナルスも、再契約へ向けて、交渉を続けており、時が経つにつれて、球界では、 カージナルス残留か、マーリンズ遺跡のどちらかで決まりという空気が色濃くなっていく。しかし、カージナルスは契約年数で、マーリンズはトレード拒否権の有無で、それぞれプホルス側が求める条件を満たすことができなかった。そしてこのタイミングで、新たにロサンゼルス・エンゼルスが獲得に名乗りを上げた。球団オーナーのアルトゥーロ・モレノがプホルスに直接、 電話して話すことで彼の心をつかみ提示した条件も契約期間やトレード拒否権の付与などプホルス側の要求に応えたものだった。12月8日、プホルスはエンゼルス入団で基本合意に達する。契約は MLB 史上3番目の高額となる10年総額2億4000万ドルで金額ではカージナルスが出したオファーを4000万ドルも上回っていた。 カージナルスは球団を代表するスター選手を失うことになり、オーナーのビルデウィット・ジュニアは、プホルスをセントルイスに留めておくことができず、失望していると声明を出した。ただ、カージナルスが、これほどの契約を結んでいたら、球団予算が逼迫するのは必死であり、チームは名を捨てて、身を取ったとも言える。プホルスの穴を埋めるため、チームは新右翼主として、 カルロスベルトランを獲得し、すでにシーズン中に契約延長を済ませていたランスバークマンを右翼からプホルスが抜けた一塁へ再コンバートした。また、FA となった他の選手のうち遊撃手のファーカルとは再契約した。他方で、投手陣はアダム・ウェインライトの復帰で先発ローテーションが5人、揃うことからイージャクソンとの再契約は見送られ、 救援も、オクタビオドーテルが FA 移籍するなど一部が入れ替わる。新監督の下での連覇を目指すチームは、このように戦力を整えていった。ところが、スプリングトレーニングでは、1年前のウェインライトに続き、今度は、クリス・カーペンターが、右肩の神経に炎症を起こして故障者リスト入り。こうしてカージナルスは2年連続で、 ローテーションの柱を書いたまま2012年のシーズンに突入することとなった。ダルビッシュ U は2012年のシーズン開幕時点でまだ25歳と31歳の CJ ウィルソンより6年も若い。このこともチームにとっては魅力的だったレンジャーズでは野手陣で FA となったのはエンディチャベスやマットトレーナーなど控え選手に限られ主力は全員残留。 一試合平均得点がリーグ3位の5.28を記録した強力打線は次のシーズンも変わらぬ顔ぶれとなった。投手陣では先発の CJ ウィルソンをはじめ、救援のダレン・オリバーやマイク・ゴンザレスなど左腕が揃って FA に。特に C ウィルソンはこのオフに FA となった投手の中でもトップクラスとみなされていた。しかしチームは一年前にクリフリーが FA になった時とは異なり、この時は C ・ウィルソンを積極的に引き止めようとはしなかった。C ・ウィルソンは、レンジャーズからは春先に3年契約を提示された、もののそれっきりで、オフになっても正式なオファーはなかったと主張している。その代わりに、チームが取った補強策は、ジョーネーさんを獲得して新たな抑え投手とし、これに伴って、 ネフタリ・フェリスを抑えから先発に転向させるというものだった。シーウィルソンは結局、レンジャーズと同地区のロサンゼルス・エンゼルスへ5年契約で移籍する。エンゼルスについてはシー、ーウィルソンと同じ日にアルバート・プホルスとも契約合意が報じられており、東打の大物 FA を一挙に獲得したエンゼルスの動きは9回に大きな衝撃を与えた。 同地区のライバル球団が大型補強を行ったのに、対し、レンジャーズの投手陣強化も、フェリスの先発転向だけにとどまらない。続いて、日本プロ野球からダルビッシュ優の獲得に乗り出す。ダルビッシュは、NPB が、セパノにリーグ制になってからは、史上初となる5年連続防御率1点台を、達成し、所属する、北海道日本ハムファイターズからポスティングに、 かけられていた。もともとレンジャーズは、早い段階から獲得に向けての準備を進めており、GM のジョン・ダニエルズ自らシーズン中の6月に、日本を訪れて、ダルビッシュの投球を視察したり、NPB 経験者のコルビー・ルイスや立山義則を、通じて、日本球界への理解に努めたりしていた。こうした、調査の末に、チームはダルビッシュを高く評価し、実際に、 ポスティングが公示されると、トロントブルージェイズら他球団を抑え、30日間の独占移行証券を落札した。そして交渉の末、期限切れ目前の2012年1月18日に、彼と6年契約を締結することで合意に至った。チームが彼の獲得に費やした資金は、交渉権落札費用と年俸総額で合わせて1億ドル以上と、 MLB でまだ一球も投げていない投手への投資としては異例の大金だった。入団会見でダルビッシュはレンジャーズがサヨナラ負けを喫したワールドシリーズ第6戦について去年の僕だったらあそこにいてホームランを打たれて負けていたと思う。でも今年はしっかりやれると思うと語り自信を覗かせている。補強の結果 先発ローテーションはルイスを筆頭に、デレック・ホランドとマット・ハリソンの両サワン、そしてダルビッシュとフェリスの5人で構成されることになった。これに伴い、前年のレギュラーシーズンでは、先発を務めていたアレクシー・ヨガンドは中継ぎに戻された。その中継ぎでは、オリバーがブルージェイズへ移籍し、エム・ゴンザレスも条件面で折り合いがつかず対談した。 両投手がいなくなったことによって、オガンドやマイク・アダムすら右腕が豊富な一方で、左腕はテウスという偏った陣容となった。スプリングトレーニングを経て25人ロースターに入ったのは新人のロビーロス一人だけと、救援サワンの少なさには不安を抱えてレンジャーズは2012年のシーズン開幕を迎えた。 シリーズ終了直後から MLB 公式サイト MLB.com ではカージナルス優勝記念グッズの販売が始まった。しかし商品リストの中に破れたレンジャーズの優勝記念グッズが数点紛れ込むというミスがあった。このようなオクライリとなるグッズはキリスト教福音主義系の人道支援団体ワールドビジョンに寄付されアフリカなどの開発途上国へ渡ることになっている。 カージナルス優勝記念グッズのうち、シリーズの模様を収めた公式記録 DVD は、地元ミズーリ州セントルイス出身で俳優のジョン・ハムが、ナレーターを務めたハイライト版と、全試合のノーカット映像を収録した8枚組の、コレクターズ・エディションの2種類が発売されることになった。発売当日の11月22日には、セントルイス市内の PE ボディ・オペラハウスで、 試写会が行われ、シリーズ MVP のデビッド・フリースやセントルイス市長のフランシス・スレーラが出席した。また、翌年4月には、これとは別に、第6戦のみを収録した DVD とブルーレイ、ディスクも、ベースボールズ・グレイテスト・ゲームズシリーズの一つとして発売された。MLB 機構と選手会の合意により、2012年から、 ポストシーズンの方式が変更されることが決まった。1995年から17年間続いた従来の方式ではリーグごとに3地区それぞれの優勝球団とそれ以外で全地区を通して最も勝率が高いワイルドカード1球団の計4チームずつが地区シリーズに進出していた。2012年から新たに導入される方式では ワイルドカードの枠が一つ増えて2になり、その2球団が1試合の直接対決、ワイルドカードゲームを戦って、勝った球団のみが、地区シリーズへ進出する。新方式では、ワイルドカード球団はたった1試合で敗退する、可能性がある上に、その1試合にエース投手を継ぎ込んで勝ったとしても、地区シリーズではエースが、 シリーズ後半まで投げられない状況で地区優勝球団と対戦しなければならないなど事実上の大きなハンデが課される。2011年のポストシーズンはワイルドカード球団のカージナルスが優勝して幕を閉じたが2012年以降はこのようなことが起こりにくくなると期待される。またカージナルスはポストシーズン8チーム制の下では最後の優勝チームとなった。 第一戦のセブンスイニングストレッチで、ゴッドブレスアメリカを歌うアメリカ空軍に等、軍装ブライアン・オーエンス試合前のアメリカ合衆国国家、正常期独唱と、始球式及びセブンスイニングストレッチにおける、ゴッドブレスアメリカ独唱を行った人物は、それぞれ以下の通り。ワールドシリーズ優勝回数が39段中2番目に、多いカージナルスは、 本拠地、ブッシュスタジアムでの4試合すべてで、過去のシリーズ制覇に貢献した、OB、選手を始球式の投手役に起用した。第一戦の3人はチームが、シリーズ優勝を決めた瞬間に、マウンドに立っていた投手で、ボブ・ギブソンは1964年と1967年の2度とも、最終戦で、関東勝利を挙げ、 ブルース・スーターは1982年のシリーズで、アダム・ウェイン・ライトは2006年のシリーズで、それぞれ優勝決定試合でセーブを記録した。第2戦に登場した、ルー・ブロック・トレッド・ショー・エンディンストは、1964年と1967年のシリーズで、ブロックが選手として、ショー・エンディンストがコーチ、監督として、チームを優勝に導いた。 第6戦のデビッド・エクスタイムは2006年のシリーズ MVP を受賞し、第7戦のボブ・フォーシュは1982年のシリーズで2試合に先発登板している。この始球式の時点で、フォーシュは胸部に動脈瘤を患っており、それから6日後の11月3日にフロリダ州タンパ近郊の自宅で死去した。これに対してシリーズでの優勝経験がないレンジャーズは、 本拠地、レンジャーズボールパークインアーリントンでの3試合の始球式で、投手役に、球団の選手だった人物を起用しなかった。第3戦のダーク・ノビツキーは、バスケットボールの NBA で、ダラス・マーベリックスをこの年後から6月の、ファイナル優勝に、第5戦のロジャー・ストーバックは、アメリカンフットボールの NFL で、 ダラスカウボーイズを1972年1月のスーパーボール優勝にそれぞれ導いてその優勝決定戦で MVP を受賞した人物でありこの両チームは本拠地をレンジャーズと同じテキサス州ダラスフォートワース複合都市圏に置いているレンジャーズと直接関係があるのは第4戦に登場したジョージ・ W ブッシュで彼は 第43代アメリカ合衆国大統領に就任する前に球団の共同オーナーを務めていた。ただこれらの支給式で保守役を務めたのは第3戦がマイケル・ヤング、第4戦がノーラン・ライアン、第5戦がケニー・ロジャースといずれもレンジャーズの選手、OB だった。試合前の国家独賞を務めた7人のうち複数名が今シリーズをテレビ中継した。 フォックスの番組出演者である。第1戦のスコッティ・マクリーリーと第7戦のクリス、ドートリーは、共に、オーディション番組、アメリカンアイドルの出身で、マクリーリーはシーズン10で優勝、ドートリーはシーズン5で4位だった。また、第4戦のズーイー・ベ・シャネルは、フォックスでこの年の9月から始まった、シチュエーションコメディ、ニューガール、ダサカワ女子と三0子に主演している。 このうちマクリーリーの読書は、歌い始めから、しばらくマイクのスイッチが入っていなかったため途中で、やり直しとなり、さらに歌詞の王政ドーズザットスタースパングルド、という部分を、ノーホゼドーズザット、と間違えたようにも聞こえるなどのトラブルがあった。第3戦試合開始前のクリス・ローズ、AJ ・ピアジンスキー、エリック・キャロスアメリカ合衆国におけるテレビ中継は、フォックスが放送した。 フォックスによる中継は2000年以来12年連続通算では14回目となった。今回の中継は2006年7月にフォックスが MLB 機構との間に締結した2007年から2013年までの7年間の放映契約に基づくものである。フォックスがスポンサー企業に販売した CM 放送枠の価格は30秒あたり50万ドルと 推定され、シリーズが最終第7戦までも釣れたこともあって、フォックスが得た広告収入は総額2億6880万ドルに上ったと見られる。これは5試合で終わった前年のシリーズと比べて7760万ドルの増収であり、またこの年2月に開催されたアメリカンフットボールの NFL 第45回スーパーボールでフォックスが得た 広告収入をも4000万ドルほど上回っている。実況は、ジョー・バックが、解説は、ティム・マッカーバーが、フィールド・リポートは、ケンロー・ゼンタールが、それぞれ務めた。バックによる実況は14回目、マッカーバーによる解説は22回目であり、いずれもシリーズ史上最多である。マッカーバーはシリーズに先立ち心臓に、血管形成術を受けたため、 長距離移動を控えざるを得ず、同じくフォックスが中継したアメリカンリーグ優勝決定戦では最初の2試合の未出演を取りやめていたが健康上の大きな問題はないとして復帰し、今シリーズは全試合で解説を務め上げた。また試合前にはクリス・ローズ進行のコーナーがあり、ゲスト出演したシカゴホワイトソックス保守の AJ ピアジンスキーと 解説のエリック・キャロスが試合の見どころなどを語った。シリーズを通しての全米及び出場両チームの本拠地都市圏における視聴率等は以下の通り。2年連続でシリーズに出場したレンジャーズの対戦相手の本拠地都市圏をテレビ受信世帯数で比較した場合、セントルイスは前年のカリフォルニア州サンフランシスコ米エリアの半分の規模しかなく、 このことが全米視聴率にとってマイナス要因となる可能性があった。実際にはセントルイスやダラスだけでなくその近隣の都市圏でも視聴率が堅調だったこともあって前年の試合数と同じ5試合を終えた時点での平均全米視聴率は8.3%とほぼ横ばいだった。第6戦と第7戦は共に12%を超える高視聴率で シリーズ全試合の平均視聴率は10.0%と2009年以来2年ぶりに2桁となった。また第7戦の平均視聴者数は2540万人で、ワールドシリーズ中継としては2004年の第4戦以来となる多くの視聴者を獲得したことになる。ただ、第7戦が行われた金曜日は他の曜日に比べて、 視聴率が取りにくいとされるため、もし雨天順演がなく第7戦が、当初の予定通り木曜日に行われていれば、視聴率はもっと伸びていたとみられる。FOX の関係者は、第7戦が金曜日開催になったことで、視聴率が1割ほど落ちたと述べている。第4戦及び第5戦の中継は、他局による NFL 中継と放送時間が重なっていた。 第4戦の裏番組として NBC はサンデーナイトフットボールを放送した。SNF は2006年の放送開始以来4年間はワールドシリーズがある週の中継を見合わせていた。しかし2010年に初めて同じ時間帯での放送を行い視聴率で FOX のシリーズ中継を上回る数字を残した。シリーズ中継の視聴者数が 裏番組の NFL レギュラーシーズン中継より少なかったのはこれが史上初のことであった。それから1年後の今回は FOX のシリーズ第4戦が9.2%だったのに対して NBC の SNF は8.2%にとどまり前年とは逆の結果となった。翌日も FOX のシリーズ第5戦が ESPN マンデーナイトフットボールよりも高い視聴率を 記録している。第6戦が当初予定の10月26日から順延された際、FOX は雨傘番組としてドラマグリー、グリーシーズン2の第5話と第12話を再放送した。そして翌27日の第6戦にカージナルスが勝利したことで最終第7戦が28日に組まれると、FOX は同日に放送予定だった。 リアリティ番組キッチンナイトメアーズ及びドラマ、フリンジ、フリンジシーズン4、第5話を翌週に延期した。シリーズの順延はさらに、フォックスだけでなく CBS の編成にも影響を及ぼした。同局は、シリーズとの視聴率競争を避けるため、28日に放送予定だったドラマ A ギフテッドマン第6話、CSI、ニューヨークシーズン8、第6話、 ブルーブラッド NYPD 家族の絆シーズンに、第6話の3作を翌週に延期し、A ギフテッドマンパイロット版、CSI、マイアミシーズン9、第2話、CSI、ニューヨークシーズン7、第14話の再放送に切り替えた。この放送は2012年4月30日に、発表された第33回スポーツエミー賞において、最優秀中継特別番組賞を受賞した。 MLB 中継が同賞を受賞するのは、FOX による2006年のポストシーズン中継が、第28回で選ばれて、以来、5年ぶりのことである。アメリカ合衆国外向けの英語放送で実況を、務めたゲリー・ソーン。レギュラーシーズン中はメイソンで、ボルチモア・オリオールズ戦の実況を担当している。カナダでは、ロジャーズ・コミュニケーションズ参加のスポーツネットが、 テレビ中継を行った。同局は、レギュラーシーズン中は、同じ企業グループに属するトロントブルージェイズの試合を放送していた。実況と解説は、アメリカ合衆国外での英語放送用に制作された、ゲイリー・ソーンとリック・サトクリフによる音声を使用した。今回のシリーズは、同局が、これまで中継してきたシリーズの中でも多くの視聴者を獲得した。 全試合の平均視聴者数は68万8000人で2009年と2004年に次ぐ歴代3位となりまた第7戦の平均視聴者数はこれまで最多だった2004年の第4戦をも上回る110万人を記録した日本での生中継の放送は日本放送協会の衛星放送チャンネル BS1 で行われた現地での試合開始時間である中部夏 時間午後7時頃は、日本時間の翌日午前9時頃となる。実況の富坂和夫と解説の小早川武彦が、日本から現地へ渡り、全試合で球場に設けられた、NHK の放送ブースから様子を伝えた。また、第1戦、第2戦の2試合には、ナショナルリーグ優勝決定戦で、カージナルスと対戦をした、ミルウォーキーブルワーズの斉藤隆もゲスト解説として、 出演した。斎藤は、シリーズに選手として出場するのではなく、解説を務めることについて、こうやって見ると残念だし、悔しさが込み上げてくると述べた。当初の日程では、第7戦は、日本時間10月28日に開催される、予定だった。しかし、第6戦が悪天候により順延となったため以降の、日程が1日ずれ、第7戦開催日は、 日本時間29日に変更となった。もともとこの日の BS1 では、サッカーのイタリア一部リーグセリエ A における、アタランタ BC とインテルナツヨナーレミラノとの対戦を、録画放送する予定だったが、ワールドシリーズが、第6戦を終えても決着がつかず第7戦に、突入することになり、編成を変更する必要が生じた。その結果、ワールドシリーズ第7戦は、 ハイビジョン画質のデジタル101チャンネルで生中継し、セリエーは同じ時間帯に臨時放送用、標準画質のデジタル102チャンネルで放送する、マルチ編成が実施された。Now that the street, ルイス・カージナルスはレ・セレブレーティング・ゼアインプロバブル、ワールドシリーズ・チャンピオンシップ、ザ・デスカッション・オーバー・ウェザー・ゲーム6はず。 ザグレイテストシリーズゲームウ i ルダイダウンオンリーツービーリプレ r スドウィズエーグレイテストシリーズエバーカンバセーション USA トゥデ a のポールホワイト複数のメディアが今回の対戦についてワールドシリーズの歴史の中でも上位に入る名勝負だと論じた。MLB.com のテレンスムーアは1975年と1991年の2シリーズよりは下としつつ 3番目には入るかもしれないとの見方を示した。ニューヨークタイムズのタイラー・ケプナーはおそらく直近25年で5史に入るだろうと述べワシントン・ポストのトーマス・ボッズウェルはここ50年でも屈指のシリーズと評した。サンフランシスコ・クロニクルのブルース・ジェンキンスは過去にはもっといい第7戦もあったし、スーパースターが光り輝いたシリーズなんて数えきれないほどはあるが、 こんなシリーズは初めてだ。感情がむき出しになって、激しく揺さぶられた、という点において、今回のシリーズは最高峰に近いと綴った。2012年10月には、スポーティングニュースによる、歴代最高のシリーズトップ10が発表され、その中で、今シリーズは2001年1991年1975年に、次ぐようにとされている。 特に第六戦については賞賛の意見が寄せられた。スポーツイラストレーテッドのトム・バードッチは、1975年や1986年の第六戦にも匹敵するシリーズ史上最高のスペクタクル都市、ロイター通信のラリー・ファインは、セントルイスの大逆転劇は1991年や1975年の第六戦をも上回ったと位置づけた。 ティム・マッカーバーは解説者として見てきたシリーズの中で最も印象深い試合として1991年の第7戦とともに今回の第6戦を挙げた。ニューヨーク・メッツの R.A. ディッキーはもし過去に戻れるなら見たい試合はとの質問に対してジャッキー・ロビンソンのデビュー戦やケリーウッドの1試合20奪三振とともにこの第6戦を挙げ 感想として、あっという間にファンを喜ばせたり落ち込ませたりした、最もファンタスティックな試合の一つと述べた。デンバーポストのトロイー・レンクは、第6戦の映像は永遠にリプレイされ続けるだろう。この信じられないような試合だけでも、今シリーズは、史上最高のシリーズ候補の一つとなるとし、シカゴトリビューンの、フィル・ロジャースは、永遠に記憶に残る。 歴史的な試合と記した。トロントスターのリチャード・グリフィンはこの試合を、両チームは地面を深く掘り進めていき、このシリーズを歴史的なものに変貌させる、未知の何かを発見したと表現している。この試合については、両チーム合わせてご失策を記録した、マモルランブリなどから批判的な評価もあったが、それに対して、ウォールストリート・ジャーナルのジェイソン・ゲイは、完璧さというのは、 フィギュアスケーターやチェリストのための概念だ。野球は乱雑さや酷さの上に成り立ってきたのであり、だからこそ1991年の第7戦という素晴らしい試合も1986年の第6戦を忘れさせるには至らないのだと反論した。対照的に最終戦については盛り上がりに欠けるとの声が相次いだ。ムーアが今シリーズを 1975年と1991年よりは、したとした理由が、まさにこの点にある。ボズウェルも最終戦には、1960年、1975年、1991年、2001年と、素晴らしい第7戦で締めくくられたシリーズがあっただけに、レンジャーズが死死球で自滅した。今回のような結末では、史上最高のシリーズとまでは言えないと厳しい。 ヒューストンクロニクルのリチャード・ジャスティスは今シリーズを、カージナルスは二度の敗退の危機を乗り切って、シリーズ史上最高の試合の一つに勝利した24時間後、本拠地の47,399人のファンの、前で表紙抜けの第7戦を制して、目的を完遂したと総括した。ESPN のジム・ケープルは、今シリーズや、ポストシーズン全体については高く評価しながらも、 1991年や2001年の第7戦と比べると、今回の第7戦にはがっかりだ。カージナルスのファンは同意しないだろうがと書いている。その一方で、USA Today のポール・ホワイトは、最終戦があまり盛り上がらない展開だったことは、認めつつ、カージナルスの奇跡的な第6戦勝利が、真に意味をなすには、彼らが最終戦も勝って、 シリーズを終わらせなければならなかったと内容よりも結果を重視する姿勢を取った。同様にタイムのショーン・グレゴリーもこれからは2011年のワールドシリーズといえば第6戦ということになっていくのだがカージナルスが勝利でシリーズを締めくくったことも認めてやらなければとしている。またベースボールプロスペクタスの j ジャフは第7戦が 前日ほど白熱した試合にならないことは、試合前から、ほとんどわかっていた。1975年や1986年のシリーズだって、第7戦は、第7戦でいい試合だったのかもしれないが、それでも第7戦について語る時の声の調子は、第6戦の時ほどうやうやしくはならないと綴った。ハードボールタイムズのクリス・ジャフは、主観的ではなく、 定量的な評価を行った。彼は、歴代のポストシーズン各シリーズについて、1点差試合は3ポイント、1から0の試合ならさらに1ポイント、さよならゲームは10ポイント、さよならが本塁打によるものならさらに5ポイント、7試合制のシリーズが最終戦までもつれれば15ポイント、などというように、試合経過やシリーズの展開が一定の条件を満たすのに応じて、 ポイントを付与することで面白さの数値化を試みた。その結果、この年の両リーグ優勝決定戦まで全262シリーズの平均が45ポイントのところ、今シリーズは107.7ポイントを獲得した。これはワールドシリーズでは史上5位、地区シリーズやリーグ優勝決定戦を含めた全263シリーズ中でも13位の高得点となった。 ただ彼自身、1975年の第6戦と今回の第6戦のどちらがより良い,い試合だったかを論じた際には、自作の評価法では、今回の方が高いポイントを獲得したにもかかわらず、数字には現れない好プレイやつたないミスの存在を理由に、1975年の方に軍配を上げている。ESPN のウェブサイトは閲覧者を対象に、 このシリーズの評価を今までで一番、有数の交勝負、それほどでもないの3つから選ばせるアンケートを実施した。20万を超える投票のうち、有数と一番が合わせて80%以上を占め、地域別に見ると、カージナルスの地元ミズーリ州では一番が、レンジャーズの地元テキサス州を含む、その他の州やアメリカ合衆国外では、有数が、それぞれ、 過半数となった。ありがとうございます。